はい、皆さんこんにちは。消費者合格講座全体構造編の第1回目前半講義担当レクセニー講師の佐々木で始めてまいりたいと思います。で、今日から開講というところで、皆さん2022年の合格に向けて、これから一発合格に向けて、ガツガツ頑張ろうというもう気合満タンだと思うんですが、まずですね、こちら全体構造全部で3回ありますが、何をするのかというと、これからも、ね、法律学習経験ある方ない方いらっしゃると思いますが、司法書士のまず勉強方法復習方法だとか、あとこの後の学習がスムーズに進んでいけるように、まあ、主にですね、司法書士試験の最重要科目である民法、これを、ね、主軸に進めていこうかなと。ただ1回目の講義に関しては約前半の、ね、1時間30分ぐらいが学習方法だとかの説明、司法書士試験とはこんな試験ですよとか学習方法だとかの説明、そして後半の講義からいよいよ、ね、具体的内容であります。特にただ民法とさっき言いましたが、今日の講義はね、お金を回収するぞ、貸した金が返ってこない、お金を回収するぞ、強制執行だみたいな話、でただいろんな話のところで民法でも不動産登記でもあっちこっちで出てくる話になりますので、今日のところはそういった構成となります。で、まあ、具体的復習方法だとかそういったものは中でご説明していくといたしまして、2022年、まあ、長いお付き合いになります。講義で全部130コマありますが、そちらすべて私の講義受けていただくという形になりますので、まあ、簡単に自己紹介をさせていただこうかなと思うんですが、私佐々木博美と申しまして、平成15年に司法書士試験に、合格しました。で、社会人受験生として、2回かかったんですが、ただ1年目残念ながら私もこの新15ヶ月合格コースを受けて、で、まあ、2回目、1年目は残念ながらギリギリ不合格 で、2年目、特に何の講座も取らずに、直前期の公開模試だけで、合格できたという状況ではあります。で、今社会人受験生でと申しましたが、もともと私住宅メーカーハウスメーカーで、一般事務を担当しておりまして、で、ひょんなことから会社の自己啓発制度で宅建取ったら30万あげるって言われて、宅建30万おいしいじゃんと思って、その30万に、釣られて宅建の勉強を始めて、ただ目の前に目標がある勉強生活っていうのは意外に楽しいもんだなというところで、で、いや、じゃあちょっとなんか次ステップアップでやってみようかなと、で、さまざまな資格を片っ端から検討した結果、司法書士にたどり着いたというところです。ただそうですね、私もともと法律学習経験とかあったわけではないんですよ。もともと私短大の家政科卒 で、いわゆる受験勉強というのは、その短大も推薦で作文と面接だけで受かったみたいな感じなので、いわゆる受験経験というのは中学受験で、しかしたことなくて、その中学受験もいわゆる地元の公立が荒れてた学校だったので、ちょっとそこにはねみたいな感じで、地元の私出身広島なんですが、で、そちらの、まあ、中学受験をして、で、まあ、そうですね、で、もうそうですね、推薦で、まあ、作文と面接で、ね、いかに楽して、ね、東京に行くかということを考えて、ね、なんとか部活やって、生徒会やったら内申書いいの書いてくれるって先生にお願いしたら書いてくれちゃったもんだからみたいな、ね、ぬるぬるっとずっと生きてきた。で、で住宅メーカーでもそこでも仕事は楽しかったんですが、で、まあ、そうですね、まあ、普通のいわゆる今はあんまないですね、お気楽 OL と。いう感じの生活してましたが、でひょんなことから宅建で30万に、ね、なんかちょっと惹かれて、宅建の勉強してみたら意外に楽しくて、でそこから資格の勉強に入ったと。で、宅建終わった後司法書士の勉強するときに、周りからいやいやちょっとそれ高望みすぎるんじゃないのと、だってあんた短大家政科でしょとか言われながらも、親からも反対されながら、司法書士でもやってみたいもんということで、勉強を始めて、ね、ね、まんまとハマって、で、司法書士試験受かって、で受かった後は一応私も受かった直後ですね、開業もしてます。自宅開業という形で、しまして、であと、まあ、そうですね、同時並行的にレックで、講師をすることになりまして、で、ただまあね、皆さんも人生かけて望まれる資格というところで、私もそれしっかりサポートしていこうということで、現在は講師業に専念と。ただいずれ司法書士の資格ってですね、
ですね、1回取って、まあ、別に実務から離れたとしてもまた復帰することはできるので、私もいずれ実務に戻ることはあるとは思いますが、現在は講師業に専念という状況ではあります。で、講師歴もそうですね、15年以上16年目になりますか、になります。で、結構私講義の中では割と一発合格のためにこんだけやってちょうだいとこういうことをダイレクトに言っていきますので、感じ方、まあ、かなりド S な面もあるかもしれません。ただおかげさまで一発合格者多いです。で、一発合格者の方たちそれぞれです。別に法律学習経験ある方ない方それぞれですが、これ通信通学を問わず、特に、通学の受験生さんもそうなんですが、通信の受講生さんにも私インターネットで、インターネット上で個別に質問対応しております。で、基本的にレック問わず他社さんとかでもあまり講師が直接質問に全て回答しますというクラス多くはないと思うんですが、で、まあ、そこは遠慮なく通信の方でも講師直接質問回答しますというところで、別に講義内容の質問に限らず、過去問の質問だとか学習方法の相談だとかっていうのは教えてチューターという、ね、マイページのところに教えてチューターというものがあると思いますので、そちらの方からご質問投稿していただければ、私が行っている講義に関しては私が全部回答しますので、遠慮なくおっしゃっていただければなと思います。で、まあ、そうですね、私の話はまたおいおいお話をしていきますし、あと割とですね、講義の中では、過去のつわものの話、過去の一発合格者だとか、過去のいろんな受講生さんの話、まあ、ちょっと取り入れながら、あと受かった後の実務の話とかも取り入れながら、まあ、特にも合格後の自分が見えないとモチベーションも保ちにくいと思いますので、そういったものも取り入れながら講義の方は進めていきます。で、一応講義は、全部で、1コマ3時間で、前半が1時間約1時間半で、10分休憩挟んで後半1時間半で、一応3時間になってますが、若干延長することはあろうかと思います。そこはご了承いただきたいかなと思います。で、長いお付き合いになりますが、ぜひですね、皆さんには一発合格を目指していただきたいですね。でなんとなく 2,3 回で受かればいいかなと思っている人で 2,3 回で受かった人はいないんですよ。ガツガツ、私もそうでした。ガツガツ一発合格を目指してそれでギリダメでしたという方でも、そういった方たちは、まあ、ちゃんと2回目で合格できると追い続けにありますので、いかにモチベーションキープしていくかで、いかに講義を、スケジュール通りに、こなしていくか、これは通学の方でも通信の方でも同じになりますので、特に通学の方はできるだけ、まあ、来れる限りは 生クラスに出席していただいて、ただ生に出てこられない時でも、しっかり配信、これに遅れないように、紹介していただきたいかなと思います。ぜひ2022年一発合格していただいて、しっかり実務の世界に羽ばたいていっていただきたいかなと思います。ではまずですね、ちょっとその学習、の話として、講義ノートと全体構造ブレイクスルーテキストというものがあると思いますが、先に白い冊子の方ですね、講義ノートと書いてあるところをこちらを開いていただいて、でこの講義ノートの方で、開講にあたってとありますが、で、まずですね、そちらにですね、教材として、これがちょっと進めていく上で、教材といたしまして、こちらね、で、ブレイクスループラス講義ノート、あと、これは全体構造に限らずなんですが、あとはプラス書式ベーシックとありますが、これは登記、不動産登記法、商業登記法という登記の科目を学習していくにあたっては書式ベーシックという問題集、これがもうご自宅に送られてくるという形になります。全体構造のこのブレイクスルーとも講義ノートもご自宅に送られてきたかと思いますが、プラス、記述の勉強に入っていくと、登記の勉強に入っていくと、プラスの問題集というのが送られてきます。でさらに括弧2番、じゃあ今度過去問集なんですが、過去の本試験問題集なんですが、これは科目別となっておりますが、で、この科目別で択一プラス記述とありますが、択一の本試験問題に関しては、例えばちょっと画面に映しますが、こういったやつですね。で、
合格ゾーンというレックのからを出し知る、これ過去の本試験問題集となりますが、で、これがまあ民法ですね。民法に関しては上中下と3冊あります。不動産登記は上巻下巻と2冊あったりとか、科目によっても、分冊違うんですが、で、この、過去問、これを解いていただくと、こちらに関しては、別売となっておりますので、通学の方は受付でご購入いただくか、通信の方はレックのサイトだとか書店さんで買っていただくかという感じになります。ただこちらの合格ゾーンに関しては、一般書店さんとかアマゾンとかで買ってもいいんですが、レックの受付だとかレックのサイトでご購入いただくと確か1割引きになったと思いますので、なので、そうですね、あと送料だとかも考えると、多分レックのサイトで買うと、何冊かまとめて買った方がいいかなと思いますが、でこの過去問集に関してはちょっと矢印のところをご覧ください。例年は10月中旬に審判が発売されますよというのが、本試験が7月なのが通常なので、7月で本試験終わったら、その年の分の、本試験問題を入れた過去問が出るんですが、で、だと括弧の中、単年度版は8月下旬に発売とありますが、この単年度版というのがその年の分の本試験問題に関しては8月下旬に発売されますが、とりあえず皆さんは科目別のものを考えていただくと結構です。で、ただね、例年は7月に本試験で、本試験が済んだらそれを盛り込んだものが10月に出ますという予定なんですが、ただ今年に関しては2020年今年に関してはコロナの影響で本試験が延期になってしまったんですよ。で、7月予定だった本試験が、9月の下旬に延期になりました。なので、今これ収録しておりますのが2022年の10月18日なんですが、で、ただ今年に関しては本試験まだ終わって間もないので、今年の合格ゾーン2020年の本試験延期に伴って、新しいものに関しては1月頃に審判が発売予定なんですよ。で、あと単年度版、今年版の合格ゾーンは11月中旬に出るんですが、少なくとも皆さんは、今年版は購入は考えなくていいです。で、皆さんはこれから勉強を進めていくにあたって、過去問はいつ買えばいいのかというところなんですが、で、まずこれ、これから、全体構造の間は過去問いらないです。この後科目別で憲法の後民法に入っていきますが、で、憲法に関しては過去問も解いてはいただきたいんですけれども、ただもうちょっと待ってると、その下に1月に、もう新しいものが出るんですね。で、憲法だけで1冊ではないんですよ。他の科目と合冊になっていますので、憲法とか刑法とか合冊になっていますので、どうせだったら新しいものを買っていただいた方が良いと思いますから、とりあえず、憲法に関しては、過去問に関しては一問一答形式で私の講義ノートの方に載せていますので、とりあえずは年内は過去問買わなくていいです。で、1月から、12月、早くて12月下旬から、遅くても1月には出るんですが、で、そこから民法の過去問は新しいものをご購入いただきたいかなと思います。で、あと、例年、来年が予定通り、2021年は予定通り7月に本試験実施されるはずなんですが、で、学習の進度に応じて、で、こちらの講義を受けていらっしゃる方は秋に勉強をスタートされた方と、2021年の春に勉強を開始される方もいらっしゃると思うんですが、で、ご自身の学習の進度に応じて、ですから今受けている生クラスの方、秋生の方であれば、そうですね、来年の10月あたりに新しいものが出ますので、とりあえず、民法だとか不動産登記だとかに関しては1月に出たものをご購入いただければいいかなと思います。ただご自身の勉強の進度、秋口以降は次の新しいバージョンが出ますので、前科目慌てて買っちゃうと、なんだ次新しいの出たのにみたいなことになってしまうので、学習の進度に応じて、ご購入いただくのがいいんじゃないかなと思います。とりあえず、年内は、2020年の年内は過去問は買わなくていいです。年明け以降に、民法からご購入いただければ OK です。あと、その後、進路に応じてご購入することをお勧めしますというのが、今すぐ全部買わなくていいですよというところ。そして記述は早くてもってありますが、記述の過去問に関しては絶対解かなければいけないものではないんですが、一応不動産登記の記述の過去問だけは解くことをお勧めします。
ただ不動産登記法に入ったら、ね、もう記述の本試験問題解けるようになりますかっていうと、ある程度本試験レベルのもう記述問題ってハイレベルなんですよ。なので、学習が進んだ段階でないとなかなか、ね、解くのに苦労しますし、学習効果もあまり得られないので、記述の過去問を解くようになるのは2022年、まあ本試験イヤーですね。本試験のだいたい半年前ぐらいから解いてほしいというレベルになりますから、こちらに関しても少なくとも2020年版を買うよりは2021年版を買えば良いかなと思いますので、2021年の本試験問題が盛り込まれた記述の問題集を買った方が良いと思いますので、こちらもまあおいおい言っていきますが、少なくとも過去問は慌てて全冊ご購入するものじゃないですよということは分かっておいてください。でさらに今度括弧3番で六法なんですが、六法に関してもまあ別売という形で、ただ私の講義の中ではこれを買いなさいという指定六法は特にありません。で、一応各自でご購入お願いします、以下のいずれか一冊で OK ですとありますが、ただちょっと家にじゃあ 2,3 年前に使ってた六法があるんだけどという場合は、今回に関しては新しいものをご購入してくださいというのが、今回ねですね、まあ民法改正もありましたし、あと今後会社法の改正も予定されています。なのでね、最新のもの令和3年2021年版、これをご購入してください。でこれ出版社によってもまちまちなんですが、まあ一応例年9月の下旬から11月中旬に出版されますというところになりますが、でこの中でじゃあ一応おすすめなものをいくつかピックアップしました。でちょっと加筆してあるものもありますが、で一応ねブレイクスルーで言うとね、そこねP25 って括弧3番のところにありますよね。この P25 っていうのはブレイクスルーテキストの25ページにも一応六法ご紹介ページっていうのがあるんですが、こちら の, 紺色の冊子ですね、これブレイクスルーテキストです。こちらの、25ページにも六法の紹介ページがあるんですが、でただ、まあ、六法全書ってありますが、ただ司法書試験対策として、絶対これじゃなきゃいけないというものはないんですが、ちょっとご自身の学習に応じて、まあ、割ともちょっと小型版で、小型版でいいですと、ね、黒丸の一つ目、小型六法、小型サイズで引きやすい、携帯に便利ってありますが、ただ携帯に便利って言っても、そうそうね、ポケット六法ってポケットに入るサイズでもないんですが、ただ六法の世界の中では割と小型版のやつで、その中で、デイリー六法もしくはポケット六法で、かつて例えば有比較って法律系の出版社さんなんですが、で、有比較が好きですとかいう方はポケット六法でもいいですし、で、あと小型版で言うと私どちらかというとデイリー六法の方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、その理由としては一応会社法という科目、ね、これ司法書試験の試験科目、ね、メイン科目の一つなんですが、でこの会社法はいろんな条文あちこち引用してたりするんですが、その引用先の条文が括弧書きで説明書きが入ってるんですよ。そういった意味で言うとちょっと読みやすいかなという感じではあります。 ですからデイリー六法かポケット六法、小型版だったらこのあたりの2つかなと思います。でもしくはいやいや小型版、ね、小型版ってことは逆に言うと司法書試験に必要な全ての法律が乗っかってるわけではないんですね。いやいやもう全部乗っかってるものがいいっていうんだったら2つ目の登記六法で、まあ詳細登記六法ってありますが、でこちらですね、まだ今現在10月の段階では販売されてなくて、例年若干出版時期がまちまちなんですが、11月か12月ぐらいに発売されるかなとは思います。で、ただいかんせんでかいんですよ、ね、6000円とかするんですよ、ちなみにデイリー六法は2000円ちょっと だと思います。ポケット六法も2000円ちょっとかな、今年は2090円だと思います。で、詳細登記六法例年6000円ちょっとしちゃうんですよ。でかいんですよ。で、まあでかい大は小は兼ねるじゃないかと言っても、六法って科目によってはもう何度も何度も、特に民法とかね、何度も何度も引いてほしいんですよ。で、コンパクトな六法の方が割と引きやすいんですね。どっこらしょみたいな感じでみたいなことになると六法引くのが億劫になってもらっちゃ困るんですね。ですから割とコンパクト版の方がサクサクいけるんじゃないかなと思います。で、ただ一応全部の条文乗っかっているんですが、実務についたらこういった登記六法だとかっていうのを使っていくとは思うんですが、ただまあね、司法書試験対策として、まあ、登記六法まだいらないんじゃないかなとは個人的には思います。であと
3つ目の黒丸なんですが、あ、ごめんなさい、ちょっと3つ目の黒丸飛ばしまして、で1個私手書きで、このね、黄色で色付けているのが、司法書士合格六法2021、括弧賛成度ってありますが、こちら、レクの講師である森山講師が監修されている六法ではあるんですが、こちらも司法書士試験に必要な全ての条文が記載されています。ですから、まあ、登記六法買うんだったら、とりあえず試験勉強の間は、ね、この司法書士合格六法でいいんじゃないかなと思いますが、ただ、若干ちょっとね、出入り六法より、ね、版が大きいんです。サイズがデカめ、でちょっとソフト、タイプになっていますので、いやいやちょっとねケースに入ったものがいいっていうんだったら小型六法の方がいいでしょうし、でちょっと大きくても全部乗っかってる条文がいいんだったらこの司法書士合格六法がいいんじゃないかなと思います。で結構受講生さんでも使われている方多いです。あとそうですね、いやいやこちらもそうですね、値段3,850円とかになりますので、いや、ね、できるだけ安くというんだったら小型六法がいいでしょうし、全部乗っかってるのがいいっていうんだったら司法書士合格六法の方がいいんじゃないかなと思います。で、あとまあそうですね、加えてまあその下、もう一個上か、判例付き六法ってありますが、この判例っていうのが裁判例なんですよ。で、特に例えば法学部だとかで判例六法で勉強してました、あ判例見るのが好きですとかいう方はこれでもいいんじゃないかなと思いますが、司法判例の用紙が掲載されていると。ただ司法書試験の勉強って判例の学習も大事ではあるんですが、ただ判例六法で判例を勉強するわけではないんですよ。でこの判例の用紙ってことは判例 2,3 行なんですね。 2,3 行じゃ司法書試験の勉強としては足りないんですよ。もっと言うと司法書試験的に重要な判例と、法律の世界で重要な判例、若干ずれることもあるんですよ。やっぱ登記が絡むものっていう司法書試験の世界においては大事になってくるし、よって判例六法で判例を勉強するわけではないので、ただ判例付きのものの方がいいかなというんだったら、でちょっとねこれ作った時より今年は、ネーミング変わりました。去年まで三省堂さん模範小六法だったんですが、今年から法務六法という名前に変わりました。で、法務六法これも下の司法書士合格六法と同じ値段だったかなになります。若干ちょっと大判が大きいのかなという感じではあります。でぜひ六法に関しては、これからもずっとお付き合いをしていくと、司法書試験勉強中はこの六法で勉強していくというところになります。少なくとも、最新版ご購入していただければ新しい条文も乗っかっていますので、2022年の司法書試験合格まで、これをずっと使っていくという形になりますので、ぜひ、そうですね、一般書店さんで、もう今この秋口っていうのは秋からまあ春にかけては大体どこの書店さんでもちょっと大きめの書店さんだったら六法コーナーに平積みに置いてあったりすると思いますので、買うのはネットとかでもいいと思うんですが、ただとりあえず実際現物を見てもらって、文字のサイズとか紙質とかいろいろお好みあると思うんですよ。で、これをずっと引いていくんだという前提で、ぜひ現物をご覧いただければいいんじゃないかなとは思います。でその中でどれか一冊で、があればいいかなと思います。でただでも全部乗っかってるものがある反面、小型サイズの六法だとこれ全部の条文掲載されてるわけではないんですよ。で、ただ掲載されてない条文においても司法書試験の世界、勉強の世界においては、まあ、例えば登記に必要なちょっと細かい条文だとかっていうのはもう今時、なんたら、スペース条文とか入れていただければネットでいくらでも拾えます。で、2,3 回確認すれば良い程度のものであればもうそれで十分じゃないかなと思いますので、ですからもうどれか決めてっていうんだったら司法書士手書きで書いた、司法書士合格六法かもしくは出入り六法、別に三省堂からお金もらってるわけではないんですが、どちらかでいいんじゃないかなと。安く済ませたい小型がいいと、ネットで条文開いるというんだったら出入り六法でいいでしょうし、いやもうねネットでいちいち開うのめんどくさいと、全部乗っかってるのがいいっていうんだったら、下の手書きの司法書士合格六法でいいんじゃないかなと思います。で、どちらかを、とりあえず、できれば憲法始まる前まで、遅くとも民法始まるまで、でとりあえず憲法の間も一応条文見たりはするんですが、ある程度憲法の条文、コンパクトにブレイクスルーの方にも乗っかっていますの で, で、なので遅くとも民法始まったら、条文はしょっちゅう引かなきゃいけないので、そこまでにはご購入いただきたいかなと思います。
で、できれば通学で受講される方は六法も講義に持ってきてください。講義の中で、毎回毎回絶対引くわけではないんですが、講義の中で条文引くこともありますし、なんなら講義受けながら自分で条文確認したくなったら、その場ですかさず条文見てる人も多いですから、六法とテキスト、これを講義には持ってきてください。でさらに、今度括弧4番で上記以外でご購入おすすめする予定の書籍とありますが、これですね、なくてもいいんですよ。でただ特にあった方が便利かもよというものとして、丸1番完全整理択一六法で商法とありますが、先ほど言ったようにもう全部をもうコンパクトにまとめたいというんだったら別になくてもいいんですが、特にですねこの中で会社法の条文に関してなんですが、会社法って、全科目の中でも例えば条文大事だし、民法と会社法が条文すごく大事です。その中でも条文が読みにくいんですよ。で読みにくい条文、デイリー六法でも先ほど言ったように、条文参照条文だとかって看護書で載っかってるんですが、ただやっぱりそれでも読みにくい、横書きで、色分けになってて、ちょっと読みやすいというところもありまして、こちらですね完全整理択一六法、これ司法試験とありますが、司法書士受験生でも結構使われてる方多いです。で、完全整理択一六法商法と商法となってますが、メイン会社法です。で会社法の条文の中でも、例えばそうですね、パッと開いたところで言いますと、どういうことなのかっていうと、例えばこの条文ですね、この113条とありますが、今中身はいいですよ、中身はいいんですが、結構会社法の条文って、もう一文が長いんですよ。一条が長くて、でそしてさらに条文中の条文でも長いんですが、例えばですねこれ中身いいですよ。で例えばこの中でこれローマ数字4番、新株予約券で括弧、236条1項4号の、期間の初日が到来してないものを除くってありますが、とりあえず括弧置いておいて、その後青色の字、新株予約券者が282条1第1項で、通常の本当の条文だと、その後ろの括弧三角括弧って乗っかってないんですよ。で、282条1項の規定によりというのが本物の条文なんですが、でなるとこれ読んだ時に今度282条の1項飛ばなきゃいけないでしょ。でこれ順用という言い方をしていくんですが、他の条文、条文の中で他の条文を引用することを順用って言っていくんですが、順用条文が括弧書きになってて、二色刷りになってて大事なところが、色ついてて、要は読みやすいんですよ。会社法の条文が司法書試験の科目の中でも一番読みにくいと思います。読みにくい会社法が、できるだけ読みやすくしてあるよと。あと、プラスアルファの条文解説だとかも載っかっているので、ある程度学習進んだ段階で、会社法の条文できれば強みできた方が良いんですね。強みっていうのは条文をこれをね、すらすら読んでいくと、会社法の条文のその文言そのまま問題文に出てきたりすることもあるので、なので会社法に関してはこの 条文集で、があった方がいいんじゃないかなという感じ。ただいやいやもうちょっとそこに関してはいいですという場合であれば、もうデイリー六法だとか、その六法でも十分ことは足りるので、会社法の条文でどの六法にも乗っかっていますので、ただ特にこれ会社法の学習は始まってから考えれば OK なんですが、ただ始まった時にやべえ会社法の条文嫌いかも、読みにくいかも、読むの億劫かもと思ったら、その段階でご購入いただいてもいいんじゃないかなと思います。ただ、こちらですね、ちょっと例年出版時期がちょっとまちまちになってるんですが、今年は例年9月頃発売なんですが、だったんですが、今年版に関しては新しいものが2022年12月17日に、発売予定です。で、なので、会社商法の条文に関してはこちらあってもいいんじゃないかなと思います。で、一応商法となっていますが会社法メインですよと、さっき言ってた順用条文に括弧書きと、二色刷りで読みやすい、あと図表の整理の図表だとかもあるので便利ですよという括弧にはなっております。あとそうですね、単純に横書きだから読みやすいとか、一般の六法って縦書きなんですよ、単純に横書きだから読みやすいとかいう声も聞きますが、あってもいいかなと思います。で一応私講義の中で、特に条文を言っていくときに、私は講義の中で、こちらの民法を画面に映すこともありますが、民法に関してはここまで買わなくていいかなと
思います。あのね、こういうと、ね、民法も会社も買った方がいいですかとは言われるんですが、もうできるだけ、あのね、物は増やさない方が良いと思いますので、民法に関しては通常の6法で、十分確保とはなります。まあ、強いて言うと会社法の条文だけあってもいいのかなと思います。プラスですね、これもおいおい、後出しじゃんけんみたいな感じで、あれも追加で買ってね、これも追加で買ってねというのが私嫌なので、で、できるだけ最初にご紹介するものは先にあのお伝えしておきますが、丸2番でひな型コレクションというものがありますが、これは登記を勉強するときにあっても良いかなという教材です。で、こちらもあっても良いかなという教材で、一応レックでお出ししているのは不動産登記、商業登記なんですが、ただ強いて言うと、まあ、あの商業登記はなくてもいいかなと思います。不動産登記はあった方が良いですと、こういう位置づけです。買わなきゃいけないです、買いなさいってものではないんですが、不動産登記に関してはあった方が良いです。で、こちらこういったものです。ひな型コレクションというものなんですが、ひな型って何なのかっていうと、司法書士試験は登記法、登記に関しては登記の申請書を書いていただくというタイプの事例形式の問題があるんですが、その場合どういう申請書を書くのかという、決まった型があるんですよ。その決まった型をケーススタディで一問一答形式でその型を覚えていくというものなんで、型というのは文言です。決まった文言があって、それ通りに書かないと登記の答案が間違ってしまう、この記述対策として、こちらの不動産登記に関してはあった方が良いというものになります。で、一応まあ商業登記は、まあ、あのそうですね、まあコンパクトにちょっと出先だとかで学習したいっていうんだったらあってもいいですが、商業登記はもう普通のテキストでなんとかなるかなと思っています。で、一応、別途ご購入をお勧めするというものに関してはそちらとなります。追加であれかえこれかれっていうことは基本はないんですが、ただ何かしら自分はこれを買った方が良いかなと、これなんかちょっと惹かれてるんですがどう思いますとか、結構なんかね、次から次へと物を買うことで、満足されちゃう方いらっしゃるんですが、そこも遠慮なく聞いてみてください。別に他社さんの書籍でも構いませんし、あと場合によってはとてもとてもこの科目が過去問がもう手も足も出ないんですとか、いった場合なんかであれば、場合によってはもっともっと過去問よりは簡単な問題集を、一応こういったものもありますけどねということを、個別対応として、ご紹介することはありますが、場合によっては他社さんの問題集だとかをご紹介することもありますけれども、ただ基本的には、講義と並行して行っていく問題集演習としては過去問ですね。それをしてみてください。で、じゃあ続きまして今度2ページです。で、2ページで、受講に際してとありますが、で、この受講に際してというところに関してで、講義に関しては、基本的には前半1時間、25分、まあ、大体30分ですね。であと10分休憩があって後半1時間25分、まあトータル3時間となっているんですが、すみません、私大体延長しちゃうので、トータルで大体3時間、10分ぐらいと思っておいてください。で、あと、まあ、括弧1番、一定ペースを保つとありますが、講義を受けるに際してですね、ペース維持が第一条件ですよというところで、全部で130個もあります。で、まあ、時間が空いたらやろうと思っていると、特に通信の方はですね、気づいたら、週3コマ進める予定が、気づいたら2コマになって1コマになって、2週間空いちゃってとか、やべえ、全然本試験迎えるのに講義終わってねみたいなことになると、目標年度を変更しなきゃいけない、ということになりかねないので、まずは一定ペースを保つことで、一発合格のためにはペース維持が第一条件ですよと。で、そこで丸一番、通学受講生さんであれば、できるだけ講義は全会出席を目標にしていただきたい、休まないと言ってるんですが、ただ今現状コロナのこともあります、今後どうなるか分かりませんね。もうちょっとまた第2波第3波なるかもしれません。で、ちょっと行くのが怖いという状況であれば、それはご自身で、ウェブで受けるという選択もありだとは思います。で、実際今日生クラスで申し込まれてるか、困れてる方の中にも、しばらくはウェブで受けますという方も実際いらっしゃいます。で、あとはご自身の状況で、例えば自分がちょっと体調が悪いだとかいう時に、無理して出てきて、悪くなったりするよりは、ね、特に生クラスの場合はそうですね、翌日にはもうネットにアップされますし、
で、そこはあの、ね、欠席フォロー制度っていうのちゃんと、ね、整っていますので、あの、ね、まあ、できるだけ生に出てくるそのスケジュール通りに、消化していくと。でもちろん例えばあ、ね、これから、まあ、あの長い勉強期間になりますから、場合によってはあの、ね、入院しちゃったとか、あ、ね、事故に遭ってしまったとか、仕事で、ね、半年ぐらい、月ぐらい忙しいとか、多分いろんなトラブルあると思うんですね。でそういった時には、ね、できるだけ講義に追いつくスケジュール、これを組んでいかなきゃいけないんですが、まあ、生クラスの方であれば直接カウンセリングだとかできますし、あと通信の方でもそこはあの教えてチューターだとかでもご相談には対応できますので、そこはおっしゃっていただければなと思います。であとはまあそうですね、まあ、あのあとは、1週間単位で復習まで含めて翌週に繰り越さないことを目標にしていただきたいというところになりますが、で、まああのね、ペース維持130コマを消化していくというのは時間が空いたらやろうと思ってると、まあズルズルになってしまいがちなんですよ。なので、まず、ただ社会人受験生の方であれば、まああのそうですね、なかなか時間との戦いになってくると思います。で、ね、配信通りにと言ってても、ね、なかなか思うように進まないということもあろうかと思いますので、まあ1週間単位で、ね、スケジュール管理していただいて、で、まあ翌週に持ち越さない。で、1週間単位が厳しければ、ね、1ヶ月単位だとか。で、スケジュール管理していくということは必要になってくるかなと思います。あと丸2番、通信の受講生さんであれば、講義の曜日等を決めていくといいですねというところで、ま、あの1日半コマの受講も可能と言ってますが、半コマというのは例えば前半だけを受けるとかね、ね、いう形で一時停止をしながら進めていくこともできようかと思います。で、ただ講義配信スケジュールを目安にできるだけ遅れずに受けると。ただ配信に関しては秋に収録したものをどんどんアップしていきます。場合によっては春に勉強をスタートしました、2021年の、ね、4月とか5月ぐらいに学習スタートしましたという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方たちは、ね、基本的には週3コマとか、ね、学習スタートが、まああのね、ちょっと遅れれば遅れるほど3コマとか場合によっては4コマとか消化していかなければいけないとは思うんですが、一応目安としては2022年の遅くとも3月末までには全講義の受講と復習が終えられるように。で、こちら生クラスの方であれば、ね、2022年の2月の末で、全部の講義が終わるようなスケジュールにはなっているはずなので、で、生クラスのスケジュールに乗っかっていただければそれでいいんですが、ただ通信とかで、まあ、あの方は、まあ、割と、そうですね、池袋のスケジュールだとかもしくは配信スケジュール、このあたりを参考にしていただくと学習管理はしやすいんじゃないかなと思います。で、この学習管理という面で言うとちょっとね、講義ノートの後ろの方のページ開いていただくと、8ページ以降からね、もう予定表みたいな感じになっておりますが、こちらで、予定表みたいになってて、ご自身のもうスケジュール書き込んじゃってください、ね、この辺りでこれをやりますよとか、ね、それも含めて例えば、ね、1ヶ月の勉強管理として、勉強時間目標累計やることリスト、ね、今月の反省、なんなら翌月に持ち越したやることリストに書いていくとかで、それぞれの月の、佐々木コメントというのが書いてありますので、ね、まあ、そのあたりを参考にしながら、直前期には直前期の、勉強、これ終わってますかみたいなものも中に入っていますので、ね、適宜使っていただきたい。もちろんね、これ、スケジュール、これに紙ベースに今時書き込むじゃなくてもいいですよ、ご自身のスマホのスケジュールアプリだとかで、使ってもらっても構いませんが、特に、まあまあ、そうですね、このコメントの部分だとかっていうのは、適宜参照していただければなと思います。直前期には直前期の過ごし方、この時期にはこれをやらなきゃいけないというものもたくさんあったりはしますので、そういったものを参考にしながら、ね、通学の方であればもうね、全講義のスケジュール決まっておりますので、それもご自身のスケジュール、こちらの、ね、ノートかもしくは、ね、スマホだとかに落としていただいて、ね、講義のスケジュール管理、まあ、学習管理っていうのは、結構大事になってきますと、こういうところです。で、またちょっと戻ってみてください。今度また2ページです。
で2ページ戻っていただくと、括弧2番ですね、予習は不要です、講義に関しては予習は一切しなくていいですよというところで、まああのね、復習を完璧にしてちょうだいと、そして復習はためないというのが鍵になってきます。で、特に一発合格される方の中で、復習をおろそかにした人、一発ないしは短期合格された人の中でいうと、復習ってあんましなかったんですよねと、とりあえず講義受けて過去問だけひたすら解きまくりましたとかいう方で一発合格した人いません、一人もいません。で、あのきっちり復習をすること、これが大事なんですね。復習講義を受けます、講義受けた直後に該当範囲の過去問解くと、なんとなく聞いた直後などである程度は解けちゃうと思います。ただそれだと基礎がない状態のまま、聞いた直後の話だから解けるけれども、ちょっと経つともうそもそも忘れてしまう、抜けるのが早いんですよ。で、基礎がない状態だと今後知識をレベルアップしていくにも、基礎がない人は絶対伸びません。たくさんの問題を解きながら知識を上げていくんですが、そういった中で絶対伸びしろがないんですね。よってまずは講義全科目に関して、ね、復習をとことん掘り下げていかなきゃいけないところと、ここはざっくりでいいですよというところは講義の中でも論点ごとに分けていきます。こっちが済んだらこっちやってくださいということも講義の中で言っていきますので、ぜひですね、そこの熱さ、ね、ここはもう今すぐやってくださいとか、ね、ここは大事ですよとか、ここは余力があればでいいですよということを講義の中で強弱つけていきますので、その強いところは徹底的に行っていただきたいですね。じゃあその復習を完璧にした上での問題演習となっていくんですが、で、じゃあその復習をきっちりすること、さっき言ったように1週間単位でスケジュール管理してちょうだいねと、例えばね、こちらの池袋の生クラス秋季制であれば、日曜日に講義を受けて、ね、講義を本格化していくと日曜日に2コマ消化して、いきますよね。で、日曜日2コマ消化した分を、次の日曜日までには復習と過去問演習まで終えてから次の講義に参加してくださいと。で、よほどのことがあれば、例えばその仕事が超忙しいとかね、ね、体調がすごく悪くってと、講義は一応受けたけれども、まあ、テキストざっと見たけれども過去問まで終わってないんですという方であれば、そういった状況であれば、そういったイレギュラー状況であれば、また別の策を考えて、時間を作っていかなければいけないんですが、基本的には平常時であれば1週間単位で予習翌週に持ち越さない、ということを念頭に進めてください。あと、括弧3番ですが、メモ用紙、付箋、マーカー、お持参、インデックスを活用ってありますが、特にですね、まあ、講義中、まあ、私大事なところはここ大事とか、場合によっては読みにくい文章だとかに関しては、さっきの会社をだからが特にそうなんですが、長文の読みにくい文章だとかに関しては2色に色分けをしながら、まずはこのピンク色だけ読んでと、後からちょっと黄色部分を追加してとかいう感じで、読みにくい文章だとか、特にキーワード鍵になる用語だとかに関しては書き込みだとか色分けをしてったりします。で、特に私の中で指定する色は特にないです。ピンクは超大事とかそういう意味、色に意味はないので、皆さんお好きな色で構いません。別に私は蛍光ペンを使いますが、ラインマーカー使いますが、蛍光ペンとか嫌だって言うんだったら別に、ね、4色ボールペンでも色鉛筆でも何でもいいです。何色かあった方が良いと思います。で、全体構造の間はそれで使わないんですが、憲法だとか民法に入ったら、ね、そこそこ、色が、ね、何色かあった方がいいと思います。あと講義の中でもテキストに書いてあること、出るとこ重視の学習をしていきますから、やるとこチェック、いらないところカットと。で、テキストに書いてあるものでも試験優先上、出題可能性が低いところはもう遠慮なくバッサリカットしていきます。出るところを中心に学習していくんですが、となるとやるとこチェック、いらないところカットという形で進めていきますから、ね、そのやるとこチェックだとかも、なんか例えば自分の中で、マイルールで、青色で、やるとこチェックを入れていくとか、な感じで進めていってください。まあ、あとはそうですね、講義中もせっせとメモを取ってほしいんですよ。
で、大事なところ論点となりうるようなところあっちと比較してねと結構講義の中で、いろんなページにまたがっていきます。場合によっては科目をまたいでページのリンクを飛ばすこともありますのでそのページのリンクそれもメモ取っていただきたいというところにはなります。講義中、まあ、できるだけせっせとメモを取っていただきたいんですね。で、講義進んでいくと過去の一発合格者のテキストだとかっていうのをもうあらかじめコピーさせてもらっていますので、つわものの、テキスト、ね、お見せすることもありますが画面上でね。で、一発合格者のテキストいい意味で汚いんですよ。書き込みだらけで。で、場合によってはそうですね、過去問解いて自分が何度も間違っちゃうというところテキストに、リンク入れたり過去問にメモを入れたりだとかっていうふうにしていったりしますのでそういったあたりを、ね、参考にしながらまあとにかくガツガツ書き込んでいくと。で、講義中も特に生クラスの場合書き漏らすまい聞き漏らすまいというスタンスで講義を受けてると多分講義中の集中力って、格段に上がります。で、なんとなくボーって聞いてると、まあ、ボーっていうか、ね、なんとなく手を動かさずに聞いてると次第に、慣れてくるとうとうとという状況になれかね。別に寝るのが、まあ、人間なのでしょうがないと思うんですが、ただやはり講義中に済ませられることは講義中に全部、済ませた方が学習効率としては家に帰ってからの復習が随分楽になると思いますから、できるだけ講義中はせっせとメモを取るとこういうことを念頭に進めていくといいかなと思います。そうすると、今度家に帰って復習どうやってるのかっていうと、もうそのメモを取っかかりに再度自力で頭の中で説明をしながら読んでみるとこういう形になってきますので、その意味でも、ね、メモも何も取っかかりもない状況だと講義中は説明があるから分かる話でも例えば生だと6時間分の講義を受けて帰りますよ。講義中は説明があるから分かるような話でも家に帰った状態で真っさらな状態メモも何も入ってない状態のテキストだとあれこれ何だったっけなという状況になりかねないので割と講義の中では具体例をふんだんに交えながら入れていきますので具体例例えば A さん B さん C さんがどうしたこうしたとか、この場合こういう理由でこれがダメなんだよとかああいうのを理由付けしていきますのでそれが簡単にメモでも入っておくと復習の効率が随分違います。復習の効率が早いと今度過去問に進める時間がぐっと早くなります。過去問がたくさん解けると。で復習の効率が悪いとメモが入ってない状態だとあれなんだったっけなこれ講義中分かった話したんだけどと思うともう一回講義をウェブで聞き直さなきゃいけなかったり、しますので、サクサク次に問題練習に進んでいくためにはまず講義の受け方から大事なんですよと。で過去の一発合格者にでまあ、よくガイダンス、まあ、インタビューだとかを、ね、公開講座だとかで、過去の合格者にインタビューをするだとか、まあ、今 YouTube とかにもいっぱい載っかってますがでその時にですね、過去の一発合格者に、まあ、生クラスとかだったので、見てて十分分かってるんですが他の人たちに、ね、聞いていただくために、ね、具体的に復習方法どうやってましたと聞くとで、いやいや先生それは復習方法より先に講義の受け方を聞いてくださいってどういうことって聞くと、復習をより充実させていくためには講義の受け方が大事なんですとで、講義の受け方ってどうやってやるのって聞いたらあメモをしっかり取るんですとですごいねって言ったらだって先生がそうしろって言ったじゃんみたいな感じ で、そういった意味でまあいい意味でテキストが汚いとでそうするとメモが入ってるって書くことによって覚えると効果もありますしあと司法書試験でこんだけ長い期間勉強します、まあ民法憲法の後民法を勉強してその後不動産登記進んで、で司法書試験で最重要科目って民法と言われておりますが民法やってる最中にはもう民法だけやってればいいんですがその先大型科目である不動産登記とか会社法が入っていくと、まあ、残念ながらしばらく民法を触れない時期っていうのはやってきます。全科目をずっと皿回し状態で11科目をずっとずっと最後まで進めていくっていうのは土台無理な話なんですよ。そうすると、ね、憲法は科目、まあ、講義6コマなので比較的サクッと終わるんですが、ね、民法は、ね、結構、長い期間勉強します。でそうすると30何コマ、数ヶ月かけて勉強しますよ。その時に、民法の中でも最初の頃にやった話、これをあんなにやったのに触りたいけど目の前のものに一生懸命なってしまって触れない時期というのが来るんですよ。不動産登記に入って会社法に入って商業登記に入っていくとやりたいけど民法のために時間が割くことができないという時期って多分来るはずなんですね。でそうなった時に、まあ、一応そのメモの取り方目安として数ヶ月後に戻ってきた時にその話書き込みなしで思い出せますかと
ういうところを念頭に、メモしてみるといいんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、割とガツガツメモを取っていただけるんじゃないかなと思います。で、あとそうですね、後からできるだけ情報にたどり着きやすいようにという意味で言うと、例えば、ね、民法と不動産登記、そして、会社法という科目と、あと商業登記法で、そこに主要4科目とありますが、この主要4科目っていうのは司法書試験の中で、大事なメインの科目、出題数が多い科目のことを主要4科目だと言っていくんですが、ちょっとですね、ブレイクスルーテキストの、8ページを出してみてください。ブレイクスルーテキスト、紺色の冊子の8ページを出していただきますと、でここに司法書試験の試験科目が載っかっておりまして、下の表のところ、ね、今画面に色つけてあるところですね、午前の部の民法、そして、午前の部の択一、商法会社法ってありますが、会社法で、会社法の最終回に商法ちょびっとしゃべりますと、あとその下午後の部の択一、不動産登記法と商業登記法で、この4科目が主要のメインなんですよ。4科目で、なんで主要4科目っていうのかっていうと、隣の出題数見ていただくと分かると思うんですが、民法が択一20問、そして会社法、商法会社法で9問ってありますが、まあ、大体商法1問、会社法8問という分配。で、あと下を降りていただくと、不動産登記が択一16問、商業登記択一8問で、他の科目見ていただくと3問とか1問とかですよね。まあ出題数が多い科目のことを主要4科目と言っていくんですが、で特に不動産登記とか商業登記に関しては択一だけじゃなくて記述の出題もありますので、そういった意味では配点としては不動産登記が一番多いんですね。点数的には択一の出題や民法が20問で圧倒的に多いんですが、でも不動産登記の択一16問で記述がありますので、配点としては不動産登記が一番配点高いんです。で、ただこのメインの4科目に関して、特に民法不動産登記のリンク、会社法と商業登記のリンク、これが大事になってくるんです。例えば商業登記をやりながら会社法のテキストに戻って、知識を相乗効果で上げていく、当然不動産登記をやりながら民法に戻って知識を確認していくってことも多いんですよ。例えば不動産登記でこれこれこういう契約をしました、じゃあそれを登記にありわしましょうとか、人が死んで、不動産、相続でぐちゃぐちゃしてますと、その民法の話が相続で、それを登記にありましましょう。不動産登記の世界、民法不動産登記に行ったり来たりすることもあるんですよ。それは復習時にご自身で、ご自宅でリンクさせていくという形になってくるんですが、なので不動産登記をやりながら民法のテキストに戻ることも多いですし、また例えばもう単体で民法やってる中でも過去問解いてテキストに戻ると、過去問解いてあれどうだったっけなって確認したいときにテキストに戻って確認する。でその時にもできるだけ後から情報にたどり着く、何度も何度も戻りますから、できるだけスピーディーに情報にもたどり着くためには、ね、主要4科目に関しては見出しがあった方が良いです。ただ見出しに関してもこんなね、立派なインデックス、まあインデックスを利用ってありますが、いわゆる見出しシールみたいなのじゃなくていいですよ。普通の、例えば今フィルムタイプの付箋みたいなものもあったりするんですよ。いくつかもうね、ちょっとデカめの文房具屋さん、100円ショップでもいいですよ、フィルムタイプの付箋とかもあったりしますので、その付箋をもう見出し代わりにしていただければ十分ですから。で、見出しがあった方がいいですよ。で 特に直前期のその情報にたどり着く時間短縮といった意味においても、まあ、見出しがあった方が良いですよと。ただ全科目まではいらないかなと思いますので、ちょっと見出し作れる時間かかっちゃいますので、ね、それは学習の進路に応じてやってみてください。で続きまして、今度括弧4番、正味の勉強時間を記録していくと。で先ほど、この全体構造のテキスト後ろの方のページで、ね、月間のスケジュール表みたいなのありましたが、でぜひですね、ここでもいいんですが、自分のなんかアプリとかでもいいですよ、毎日の勉強時間を記録していくとこういうことをお勧めします。で、毎日の勉強時間、1週間の勉強時間、1ヶ月の勉強時間、記録していくことによって、まあそうですね、まあこれこれこうしちゃったからまずかったんだねと。でもちろんね、
時間が全てじゃないとは思うんです、要は効率なんですよ。なので机に向かった時間ではなくて正味の勉強時間を記録してください。でこれ私今自分が実際受験生中もやってたんですが、で一発合格者でもやってる方多いです。で正味の勉強時間ってことは、例えば机に向かってる時間は3時間あったんだけれども、途中ぼーっとしちゃった、スマホ触ってしまった、うとうとしてしまったといった時間は容赦なくさっぴいてください。そうすると意外に勉強時間って思った少ないものなんですよ。一応机には向かってたけれども、なんかぼーっとしてたとかいった場合であれば、1時間向かってたけれどもぼーっとしてた、スマホ触っちゃった、トイレに立った、意外に25分しか勉強できなかったとか、いうこともあると思うし、ね、1時間の中でも、ね、いやがっつりできたんだっていうんだったら、ね、1時間丸々勉強時間にできることあると思います。でなので正味の勉強時間を、記録してってください。そうすると記録する、これレコーディング効果みたいなものなんですが、毎日毎日そのカレンダー的なものに記録していくと、ね、昨日なんで1日フルに勉強できたはずなのにこんだけしか勉強できなかったんだ、やる気意気込みバッチリで、今日はよっしゃ1日10時間するぞとか思ってみたけれども、意外に正味の勉強時間つけてみると4時間しかなかったわと、1時間10時間勉強できたはずなのに、なんで4時間だったんだろうと、ああそうだ昼ご飯の後テレビつけちゃったからいけなかったんだとかね、多分いろんな反省点って見えてくると思うんですよ。で、割と講義の中でもそのあたり結構言っていきます。家に平日の勉強時間は家に帰ってからカバンを置いてからが勝負ですよとか、カバンを置いて、まずスマホとかテレビとか触っちゃうと多分そこからズルズルコースになりますよとか、いろんなダメパターンって自分なりに見えてくると思うんですよ。なので、さっきね10時間とか言いましたが、ね、今から最初から10時間勉強しろとは言いません。ただ残念ながら直前期には1日フルで勉強しなきゃいけない、例えばオフの日 ね休みの日だとかっていうのはそのぐらい勉強しなきゃいけなくなってきます。で、ね、それの時のためにも自分のためパターンを知っておくと、こういった意味においても勉強時間の記録、これは入れていただきたいかなと思います。で、それも、正直厳しめに正味の勉強時間をつけていく。基本的には容赦なくさっぴくやり方の方が良いかなと思います。スマホを触ったらマイナス5分とか トイレ行ってお茶入れたらマイナス5分とか、集中できてなかったら半分にするぞとか、いう形で時間管理をしてみてください。よって、そうですね、良い生活パターン、ダメパターンが見えてくるとは思います。で、それを特に集中しなければならない直前期までにはそれを自分のためパターンを、改善しておかなければいけなかったりもします。であと、括弧5番ですが、友人受験仲間を作るべきか、そこまでって口出しするのかっていうところなんですが、一発合格していただくためにはそれは言います。で通学受験生であればいないよりいた方が良いとは思うんですが、ただ、やってないよ確認をして安心するぐらいだったら孤独に勉強していった方がいいと思います。通学の方でも、結構いますよ。一発合格者の中で、結局通学してたけど他の人と喋ったことで先生としか喋ってないとかいう人もいますし、それこそ通信の方でも、私と教えてチューターを通じて、日々、例えば1週間の一方的に勉強報告をしますみたいな感じで教えてチューターを利用される方、これ通常の、教えてチューターだと、勉強内容の質問しか受けできませんという感じになってくるんですが、私のクラスに関しては私が直接教えてチューター管理しているので、そこは学習報告していただいて構いませんが、そのような形でいないよりはいた方がいいんですが、ただやってないよ確認をして安心するぐらいだったら距離は置いた方がいいです。で意外にやってないよとか言って、実はやってたっていう人は多いので、やってないよの言葉にも多分裏はあるんだろうなというところからちょっと感じていただいて、ただそうですね、生クラスの中でもぬるーく、みんなで一緒にいつか受かればいいかなみたいな感じの空気は私の過去のクラスではありません、残念ながら。ガツガツ一発合格を目標に、頑張っていただくというところになります。あとそうですね、受験用 SNS ブログ等はおすすめしませんと
えみたいな感じなんですが、そうですね、これ過去の一発合格者、もちろんね、受験用じゃない、まあ、普通のプライベートアカウントだとかっていうのはありだとは思うんですが、つぶやいてる間に勉強しようよと、つぶやいてる間に一問解けるよというのが私の持論なんです。で、ただもちろんね、その情報収集のためにあった方が便利だとかああいうのもあるとは思いますが、多分それ、癖になっちゃうと思います。で、あと多分嫌な思いをすることもあると思いますぐらいだったらない方がマシです。受かった後、のツールとしては使えると思いますが、最短で受かるためには必要かって言われると必要じゃないよねと。やること自体は否定しませんよ。だけれども、勉強時間確保のためには、ね、そのぐらいの意識を持ってほしいかなという感じです。でもちろんね、いろいろうろうろしてみると、そのブログとかね、いろんなものうろうろしてみると、割と司法書士用の受験アカウントだとかブログだとかっていうのは多分 見かけると思います。で、ブログだとか見てると、あとツイッターとか見てると、すごいなんかね、強者を、すごい成績優秀者の、勉強方法だとか乗っかってると思います。でも残念ながら、おそらくほぼほぼ、そういった方たち複数年目の方たちだと思うんですね。何年目かの受験生さんだと思うんですよ。で、一発合格者で、勉強を公開してる方、まずそんな暇ないんですね。なので2年目とか3年目のモチベーション術としてはありかなとは思いますが、ただ1年目の勉強方法としてはまずそんな暇ないはずなんですね。で、自分の勉強方法を公開するんだったら、であともっと言うと、ちょっとこれも辛辣な意見になっちゃうかもしれませんが、どうせだったら合格者の意見を参考した方がいいんじゃないですかというところで、そうですね、強いて言うと、例えば合格体験記とかね、レックでも無料で配布しているものもあります。あと、合格体験記で言うと、レックで資料請求していただければ合格体験記多分ただでゲットできるものもあると思いますし、あと私いくつか、合格者との対談 YouTube というのを上げておりますので、合格者インタビューみたいな感じで、別に私のクラスじゃなくてもいいですよ。YouTube で司法書士合格とかね、入れていただければ乗っかってると思います。ただしその YouTube うろうろして、そこでめちゃめちゃ時間かかる、動画見るのにすごい時間かかっちゃったっていうんだったら講義進めましょうよと、ある程度の、自分なりの規制はあった方がいいかなと思いますが、どうしてもモチベーションが下がった時とかね、あとは学習開始の、最初の頃だったらとりあえずいくつか情報、なんか参考になる人の、YouTube を1個2個、見とくとはいいんじゃないかなと思いますが、ただ普段の勉強時間復習そっちのけで、動画検索ばっかりしてるんだったら何のため勉強してるのということになりますので、それは節度を持ってというところでなりましょうか。あと割と今そうですね、巷に、YouTube でもそうですし、合格者実務家だとか、いろんな人がいろんな情報発信されてるとは思いますが、ただくれぐれも情報に振り回されないでいただきたいかなと思います。でその人が何年目の合格者なのか、どういう環境で勉強した方なのかによっても、それを全部自分に取り入れて、取り入れるべきじゃないというものもあったりはするので、ちょうど情報の取捨選択には気をつけていただきたいかなと思います。そうですね、受かった後、そのあたりは合格体験記で十分発散していただければなと思います。あと括弧6番、講義の録音音声ダウンロードの活用とありますが、生クラスの方であれば翌日には講義、ウェブにアップされますが、実際生に出てきててもその日から講義聞きたいと、復習に使いたいという方であれば、IC レコーダーとか持ってきていただければスマホとかでも録音できますよね。それは構いません。普通に、それ録音していただいても構いませんので、あと音声ダウンロードだとかしていただいて、それを、保存用、通勤だとかで結構使われている方は多いです。ダウンロードした講義を、例えば一度ちゃんと復習した講義だと、手に教材持ってなくてもある程度耳からだけでも学習はできると思うんですね。そのような形で、ダウンロード講義を使われている方結構、社会人受験生の中では多いように思います。あと隙間時間の勉強法だとかっていうのはおいおい講義の中でもご紹介はしていきますが、割と、電車の移動中、もしくは昼休み、勉強法、教材を手に持てる環境なのか持てないのか
とか、あと割と例えばそうですね、お母さん受験生とか、ね、であれば、家でもう講義をずっと流しっぱなしにしておくと、耳から勉強するとかね、家事とかをしながら講義を耳から勉強するとか、家の中に例えばトイレに張り紙をするとかね、いくつか方法あります、ね、そういったものも講義の中でご紹介していったりはしますので、そのあたり、いくつか参考にしていただければなと思います。あと次、3ページですが、疑問点、そして受験勉強に関連する悩みといたしまして、勉強内容の質問、インターネットフォローで、回答します。教えてチューターというものがあると思うので、そちらに投稿していただければ、今日私が喋った講義のところであれば、私が回答しますと。で、あと書き込み順に回答しますよというところになっています。で、基本的に私は図王寺ですね、4クラス担当しているので、ね、今であれば2021年の春生、秋生、2022年の秋生と次に始まる春生、と担当していますので、通信通学の方問わず全部私が回答しておりますので、基本書き込み順に回答します。なので多くの方を対応、一人で対応しておりますので、申し訳ない、即レスをはご容赦いただきたいと、24時間以内の回答というのは、申し訳ないですが対応できることもありますが、ちょっとまあできないことの方が多いですかね。常時質問を受け付けているので、あとそうですね、書き込みをする際に、なんか自分はね今これやってるからめっちゃわかる話でも、何ページにここにこう書いてあったんだけどというしか書いてなかったら、それがこの人過去問なのかテキストなのかで、例えば会社後のこの話をしてるんだけど、これ商業登記の話なのか記述の話なのか、書き込み内容からだとどの冊子のことを言ってるのかが分かんないこともよくあるんですよ。なので、書き込みをされる際には、科目とテキスト名とページ、例えば会社法のブレイクスルー2冊目とか、あと講義ノートの何ページとかね、あと、過去問だったら、左上の番号ってありますが、過去問も毎年毎年改定されてるんですよ。で、その人がどの何年の番の過去問を持ってるのか、去年買った過去問なのか新しい番の過去問なのかによってもページずれてきたりするしてるんですね。なので、過去問なんかであれば、ちょっと画面に映しますが、例えばこの左上のこれが過去問番号なんですよ。ページ数じゃなくて、この、過去問だったらこの黒色の箇所のこのナンバーを書いていただくと、ページ番号ではなくて、過去問の場合には左上の黒色のこの体系番号なんて言っていくんですが、これを書いていただくと、ページ番号だと持ってる過去問とページずれちゃうこともあるので、あと、上巻中巻下巻とかね、その、冊子の特定もお願いしますと、あと、利用方法等も詳しくは、インターネットフォロー教えてチューターのご利用の手引きというものが多分届いていると思うので、そちらを参照していただければなと思います。基本的にご利用の手引きには、勉強内容の質問、にしか お答えできませんとか言っていると思うんですが、基本的に私のクラスの受講生さんであれば学習相談、とかそういったものも対応はいたします。あとですね、丸2番、勉強方法等の相談は電話相談、も対応してます。生クラスの方であれば、一応個別フォローと個別カウンセリングみたいな感じで、そうですね、基本的には事前予約という形になりますが、割とそうですね、30分とか1時間とか、まとまった時間で、だいたい平均的に言うと月1ぐらいで、講義に来た日に、講義後に30分お話をして、で今月の、勉強、今後の1ヶ月の勉強目標だとか、ちょっとこのあたりが苦手なんですけどとか、ちょっとこのあたりが復習手薄になってきたんですけどとか、ああいう、カウンセリングみたいな感じですね、これを行っています。で、大体生クラスの方であれば、このカウンセリングの後も次回の予約を入れて帰るというようなイメージなんです。で、あと通信の方でもそこの枠に空きがあればという形にはなりますが、ただご来校できない方は電話で予約していただければ可能なので、その予約に関しても教えてチューターの方で私の方にご連絡いただければなと思います。早めであれば対応できますので、ちょっとね、来週カウンセリングお願いしますとか言ってももうほぼほぼもうずっと埋まっていることが多いので、よほどキャンセルが出ない限りは直近の予約ってなかなか難しいんですが、基本的には予約者優先ということにはなります。
あとそれ以外でも教えてチューター個別の対話じゃなくても構わないのであれば教えてチューターの方に、ご質問、ご相談入れていただければなと思います。で続きまして今度4ページ行っていただくと、今度一発合格のための試験対策とありますが、こちらですね、まず一発後、さっきから一発一発と言ってますが、まあ、2、3年で受かればいいかなと思ってても、もし、さっき言ったように、1回で目標にしてください。1回合格を目標にしてください。 2、3回で受かればいいかなと思っている人で 2、3回で受かった人はいません。いつか受かればいいかなと思っていると、いつまでたっても受かりません。なので一発合格を目標にしていただきたい。いつか受かればいいかな、来年 2、3 年で受かればいいかなと思っている人は、今年はまあいいだろうこのぐらいでとなっちゃうんですよ。ね、あまり受験勉強長々やるものではないです。すごく大変、すごくきつい生活が待ってるとは思いますが、きつい生活はできるだけ早く終わらせていただきたいので、一発で受かるとこういうことを、大きな目標にしていただきたいと思います。であと、ただ一発合格だけが唯一最大の目標だと、まあ、でかすぎて遠すぎて今日のモチベーションって上がらないと思うんですよ。今日のモチベーションを上げていく、いかにモチベーションを下げないかっていうのも続けていく課題にはなってくるんですが、そのためには、数字で、結果が数字で見える目標を設定してほしいと。もちろんね、その、スケジュール管理っていうのはそこに P8 ページで書きましたが、8ページ以降で、ご自身の学習、例えば生クラスであれば通学スケジュールを書き込んでって、なおかつ、通信受講の方でも例えば週2コマとか週3コマとか、遅くとも2022年の3月下旬には講義含めて復習まで含めて終えられるように、スケジュールを組んでいただきたいんですが、でそれを、決めていただいて、そのスケジュール管理をしていく。で、その1週間内でスケジュールを完結させるということも大事な目標で、これも数字で、ちゃんと見えますよね。いつまでに民法を終えるとか、民法30回講義を終えるとかね、分かると思うんですが、プラス結果が数字で見える目標としては、先ほど、勉強時間を記録していった方がいいですよと言いました。そうすると1日フルで勉強できるのであれば、何時間、とかね、例えば平日だと大体平均で残業なしで帰ったらこのぐらいは勉強できるだろうと、自分なりの最大値っていうのは見えてくると思うんですよ。で、それを自分の数字目標に設定してほしいです。で、今やれとは言いませんが、一度ですね、皆さん、平日と休みの日、何もない日で一回チャレンジデーを作ってみてください。そのチャレンジデーというのが、フルに勉強していると正味の勉強時間で何時間できるかなというところです。ちなみに、過去の一発合格者聞いてみると、1日フルで勉強できた日で、まあ、ほとんどの方が一番勉強できた日の勉強時間、直前期なんですよ。ですから今からその時間は多分どう頑張っても無理だと思うんですが、過去の合格者で1日18時間とかいう人がいましたね。で、まあ、14時間とかいます。私も自分でやったんですが、私は直前期、私のマックスは11時間55分だったんですよ。私はどうしても12時間の壁を破れなかったんですね。で、それ本当に正味の勉強時間です。ちょっとうとうとしてたら容赦なくさっぴきますし、なんなら倍ぐらいさっぴいたし、ぐらいで正味の勉強時間、ぜひチャレンジデーを作ってみていただきたいかなと思います。で、ただチャレンジデー作ったとしても、それは直前期にどのぐらいできるかな、まあ、ただ一般的な一発合格者で、社会人受験生で、まあ、勉強が軌道に乗ってきたタイミングで、休みの日にだいたい 5、6 時間ぐらいで一発合格できましたって方は残念ながらいないです。で、社会人受験生であればね、これがまたアルバイトだとかある程度勉強時間確保できる環境の方であれば状況も変わってくるんですが、
ね、普通にフルタイムで働いてる社会人受験生の方であれば、平日にそれだけ時間取れない分、それほど時間取れない分、まあ、祝日休みの日、休日休みの日とかに、勉強時間、まあ、ちょっとある程度捻出していかなければいけないんですが、これも、学習が進んでくるにつれて徐々に勉強時間上げていく必要があります。で、先ほどチャレンジデーの話をしましたが、多分今の段階でもうすごい頑張っても、いや3時間で結構いっぱいいっぱい、3時間めっちゃ勉強したなとか思うと状況だと思うんですね。で、それが徐々に徐々に、レコーディング記録つけていくことによって多分記録更新していくと思います。で、徐々に徐々に勉強時間上がってくると、普通に休みの日に8時間ぐらい勉強していくのも当たり前な生活にはなってくると思います。何もない状況だとね。で、ただ家だとなかなか勉強しづらい、できない、という環境の方であれば、今のうちから例えば地域の図書館だとか、なかなか今コロナなので、難しいとは思うんですが、そういったところをちょっといくつか探しておくというのもありかなと思います。まあ、あとそうですね、じゃあその、時間目標もそうですし、分量、例えば今日は何ページまでやったら寝ようとかね、今日は過去問何問解いたらよしとしようとか、そういう、数字で結果が見えるもの、これを設定すると良いんじゃないかなと。時間だけだと中身が伴わないことも多かったりはするんですが、何ページまで、過去問何問とか、で、できれば目標を立てるときには2段階目標がおすすめです。で、目標を立てるときってすごくやる気になっているので、後から振り返ってみると、いや土台無理だよなみたいな目標を立てちゃうことって多いんですよ。ですから最低でもここまで、できればここまでとかね、今日過去問は最低でも何問解こうで、あわよくばプラス10問解こうとかね、そうすると最低限の目標だけは何が何でもクリアすると、多分そこまでができれば次の目標に進みたくなってくるはずなんですよ。2段階目標を設定してみてください。で、さらに、じゃあ今度 ABC の時期に分けて、見ていきますが、 A の時期っていうのは、講義受講中で、早くに申し込みされた方は先取りウェブ受講というものをされている方も多かったと思うんですが、で、先取りウェブ受講も含めてですね、基礎力養成期とありますが、これは全130コマの講義受けてる最中を基礎力とあえて言わせていただきます。もちろん講義の中では直接試験に出題されるような内容を言っていきますよ、だけれども、講義を受けてる時期、これ基礎イコール簡単という意味ではありません、合格に必要なための土台を築く時期と思ってください。この先ほど言った土台がない人は絶対伸びないんです。で、そこで、この時期になすべきこと、インプット最優先ですと。講義を聞いた直後に過去問を解くとある程度は解けちゃうんですが、そうするともう伸び悩んでしまうんですね。講義の復習、復習は誰よりも負けないぐらいの厚さでやってください。ではその復習をするためには、予習はいりません。予習する時間があったら全部その時間復習に費やしてください。一見予習をすると学習効率良さそうに思えるかもしれませんが、講義の中で私バッサリ容赦なくカットするページも出てきます。過去にいらっしゃったんですよ、めちゃめちゃ予習して臨んだのにあっさりがバッサリカットされちゃったと。ね、予習の時間無駄だったなということが何回かあったので、もう予習やめましたと。だから言ったじゃないという方結構いるんですが、ぜひですね、予習をする時間があったらその時間は全部復習に費やしてください。で、そして、復習に関しては、講義中にせっせとメモを取ってくださいねと申しましたが、講義中に取ったメモを整理しながら読み返しをして記憶していく。で、ただそこで理解してくださいねと、ね、もうとにかく理解理解って口を酸っぱく言っていきますが、じゃあ理解の目安としては人に説明できるくらいまで。で、つまり講義中私たちが説明入れてるから、ね、ただそれを、テキスト見ながらで構いませんよ。テキスト見ながらで構わないんですけども、ちゃんと理解伴っていなければ説明ってできないはずなんですよ。で、ただ実際説明しない方がいいですよ。多分友達なくしますよ。説明できるくらいまでなので、頭の中での説明でいいです。書き出したりしなくていいです。書き出してるとその分時間食いますし、でも疲れるし、なので頭の中で、自分言葉でいいです、ね、だってこの人かわいそうじゃん、この人こうだからこの人保護しなきゃいけないからこうなってるんだよとか、いうぐらいで構いませんので、説明できるぐらいまで。
で、それを済んだら あとは問題演習に進んでください。で、講義の復習も済んでいないのにとりあえず過去問1回だけ解いとこうとかっていうのはもうベテランまっしぐらのやり方になりますから気をつけてください。でそして過去問に関しては何年分解くべきなのかというのは各科目の講義内でご説明していきます。で科目によっても過去何年分解くべきなのかってちょっと違えてるんですよ私。で、民法なんかであれば例えばとりあえずは直近13年分解いてくださいと言います。とりあえずはね、あと、不動産登記なんかであればとりあえず過去問は15年分解いてくださいとか、科目によってこれは解くべき分量を変えていきます。必ず各科目の講義ノートの、こういった講義ノート、例えば今画面に映したこれ不動産登記ね、不動産登記だとか民法だとか全ての科目の講義ノートの1ページ目にその科目の試験対策を書いてあります。民法だったら民法の1ページ、不動産登記だったら不動産登記の1ページ、各科目の初回で、その科目の対策、例えば民法だったら満点狙うぐらいやってちょうだいねとか、で、科目によってはこれこの科目満点狙っちゃダメだよとか、憲法とか刑法だとかってそういう科目なんですよ。満点狙うような勉強だって所詮3問なんですよ。で3問と20問出る科目ではやっぱりやるべきこと厚さってのは違ってくるんですね。 であとその科目は何年解くべきなのか、法改正なとかの問題もあるので古い時代の過去問まで徹底的に解きゃいいってもんでもないんですよ。なのでそれも含めて室内傾向の変化もあります。でそれは各科目内で指示していきます。あとですね、星印で2021年のお試し本試験とありますが、皆さんの本番は2022年の一発合格です。しかし例年本試験、今年はコロナの影響で延期になりましたが、例年は7月の第1日曜日に本試験があります。そうするとこれ学習スタート時期にもよりますが、秋に勉強開始される方であれば、そうですね、憲法も解けますし、民法も本試験では解けると思うんです。下見という意味でも、そして、何問取れるかなという意味においても、お試しで受けることをお勧めします。でこれも数字目標を設定します。民法20問本試験で出ますが、お試し本試験通過点目標としては、民法15問取ってください。そこに書いてありますね。民法20問出ますが通過点目標としては15問取ってください。もちろん年によって難易度違ったりします。本試験後の講義では今年の民法はめちゃめちゃ簡単だったから一応も当初の予定は15問取ってねって言ってましたが、今年は簡単だったから16問取れたかなとか、いや今年は民法難しかったねと、だから13問でも通過点目標としては仕方がないと思うよととかは言っていきますが、一応目標としては、20問中15問。ちなみに合格者はどのぐらい取ってるかっていうと、民法だと合格者は19問とか18問とか19問は平気で取ってきます。で満点狙って勉強して、1、2問落とすというぐらいなんですよ。民法は満点狙うぐらいの勉強が必要になってきます。よって通過点目標としても、75% は取れてほしいんです。であとはですね、学習経験、会場の空気だとか運営だとか、どんな会場なのか知ってる状況に向かっていく、特に直前期、にはお試しの受験経験は活かせると思います。で続きまして B の時期になりますが、B の時期は、学習科目ごとになってくるんですが、講義終了から直前期まで、一般的に受験会では7月が本試験などでその手前3ヶ月を直前期と言います。4月5月6月を直前期と言っていきます。だから直前期までには講義終えてねと言ったものもその一つなんですが、で、このレックの講座では直前期には本試験レベルの問題演習をするカリキュラムになっています。答案練習会、答練と言っていくんですが、答練やそして公開模擬試験を通じて本試験レベルの時間配分だとかペース配分だとか、あと本試験レベルの問題を初見の問題を解いていくというトレーニングを、大体週1ペースでやっていくという形になるんですが、その段階ではもう全ての講義を終えていることが前提となっています。
まあ、なので3月末までには講義を得ていくことになるんですが、じゃ あ科目ごとに憲法済んだら民法、民法済んだら不動産登記法というふうに学習済みの科目がどん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 増えていきます。じゃあ例えばまず1科目目が憲法で、憲法をやってる時に憲法だけやってればいいんですね。でも次の科目民法に入ったら過ぎ去った憲法をさあどう触っていきましょうかね。3科目目に入ったら不動産登記法、過ぎ去った民法をどうすればいいんですか。4科目目会社法に入ったら過ぎ去った不登法、民法、憲法どうしましょうかねと。進めば進むほど、過去の科目をどう触っていくのかというのが課題になってくるんですが、ただ、これね B の時期ブラッシュアップ期とありますが、まあ、当然ですね、学習済みのものを確実なものをするという意味においては、基本的には科目ごとの復習になってくるんですが、テキストの読み込みを主にやっていくべきなのか、いやいや問題演習中心に回していくべきなのか、過ぎ去った科目、これを触っていくという素材として、ね、あとはこれも科目の中で講義の中でも言っていきます、この科目はもう徹底的に問題演習ですという科目もあれば、読み込みをちょっとね、コンスタントにやっていってほしいという科目もあります。で時期によってはこの時期は読み込み6の過去問4ですとか、ああいう具体的な数字設定していくこともありますが、で直前期になればなるほどその6、4の割合が徐々に読み込み量を減らしていって過去問の分量を増やしてくださいとか、で3、7ぐらいに問題演習量上げていってくださいねとか、ああいうのを講義の進捗に応じて言っていきます。で、そしてその上で、四角黒四角ですね、じゃあ今度演習用の素材、まあ、過去問以外、まあ、過去問は講義と並行して解いていきますし、講義が終わってもね、その科目の講義が終わってもコンスタントに、解いていただきたいんですが、プラスアルファものとして全科目択一式到達度チェックテスト、これはレックの講座とパックになってるやつです。なのでご自宅に、その、ね、チェックテストという冊子が送られてきます、ね、それを解いていただくと。でこれは講義と並行して解くというよりはその科目の復習講義、受講そして復習、そしてある程度の過去問演習が終わったタイミングで何問取れるかなというお試しとして、一つ目のお試しです。これも科目ごとによって違ってきますが、これも科目ごとに言っていきます。毎回1回20問出るんですが、まあ、一応全科目通じて最低目標としてはそこに書いてあるチェックテスト、ちょっと下おりますね、丸1番チェックテスト、最低目標20問中15問は全科目通じて最低目標。ただ科目によってはこの科目は超大事だから、20問中17問は最低でも取ってほしいなという、もうちょっと高いハードルを設定することもあります。あとですね、チェックテスト、さらに、記述解法ベースアップ講座とありますが、でこの記述解法ベースアップ講座というのは、これは講座とバックになっているものとして、記述の中級編なんですよ。で講義と並行して解く、記述問題は書式ベーシックというのがご自宅に送られています。中級レベルの問題演習としては、これも、ね、数学の方だったらレックに来たついでに受けていただく記述演習講座、で通信受講の方であれば、この記述解法ベースアップというのはご自宅に送られてきます。こちらは答案の添削、これを受けていただきます。受けていただきます。でそれを通じて演習力を強化していくんですが、ただこれもね、過ぎ去った科目がどん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 雪だるま式に増えていくんですが、あくまでも目の前の科目の復習最優先ですよ。時々いらっしゃるのが、民法終わって不動産登記に入った時にまだまだ民法もうちょっと仕上げたいから不動産登記そっちのけで民法ばっかりやってる人いるんですよ。そうすると、いやいいけど不動産登記いつやんのってきたら民法が済んだらとか言うんですね。でも講義を走行しているうちに次の科目会社に入っちゃうんですよ。不動産登記どうしたって聞いたら、あもうこれからやりますみたいな、で会社も講義は会社に入ってるんですよ。で、走行している間に目標年度1年ずらすことにしましたみたいなことになりかねないんですよ。なのでまず目の前の科目、気持ちはわかります。で、民法仕上げたい、不動産登記、もうとりあえず止めといて、民法を仕上げたい、いつまで民法やってんのという状況になりかねないので、ですから、次の科目に入ったら若干2番手になっちゃうんです、3科目目に入ったら4番手になっちゃうんです。
で、なので、その科目をやっている最中に、全力を尽くしてほしいんです。だから先ほど言った3ヶ月後に戻ってきた時にそこが理解できるかどうかレベルのメモ取りが必要になってきますと。残念ながら数ヶ月離れる科目っていうのは出てきます。それはメインの民法であったとしてもです。会社法とか商業登記とかやってる最中ってもう残念ながら民法戻る暇がないんですね。これはたとえ専業受験生であってもです。で、なので、その時にしばらく離れても大丈夫なレベルに、目の前の科目仕上げてほしいです。で、そして、チェックテスト、あとは記述対策としては、基本問題集書式ベーシックとありますが、これも講義の中で言っていきますが、ご自宅に送られてくる基本問題集です。で、ブレイクスルーテキストと一緒に送られてきますが、いつまでに卒業すればいいですかっていうと、書式ベーシックっていうのはベーシックも超基本問題集なんです。基本問題集は直前期に解くべき問題集じゃないんですね。そうすると直前期前には卒業できてなきゃいけないんですよ。で、卒業の目安としてここもスケジュールもう自己指針の手帳でも書いておいてください。絶対ここまでに終えといてください。で、不登法、秋生、そして春生、小登法、秋生、春生でそれぞれ書いてありますので。で、じゃあ、この卒業、何をもって卒業とするのかっていうと、出来具合です。私、講義の中で、過去問に関しても記述に関しても、〇〇三角×と、あと日付を書いてくださいって言います。で、その〇〇三角×っていうのは、もう全部完璧、パーフェクトですっていうのが20丸。例えば択一であれば5つの中から選ぶという形式の択一問題なんですが、5種択一です。で、場合によってはいくつかわからない問題が2問ぐらいあったけど、選択式で、とりあえず消去法で、正解番号は出せましたということもなくもないんですよ。だけれどもそれは解いて、知識を身につけていくといった意味においてはその問題はまだまだ仕上げなきゃいけない問題で卒業じゃないんですね。で、5つの足全部正誤判断できて理由付けまで言えましたっていうレベルになって初めて20丸です。で、足の組み合わせ、組み合わせ消去法で正解番号は出せたけど迷った、結構迷ったといった場合にはまだ20丸は上げられないですね。丸です。で、迷って落とした、三角です。全然ダメというのが×です。20〇〇三角×をつけてください。あと解いた日付です。で、解いた日付を書くのは、できれば解いた後2週間以内に2回目を解いてほしいんです。で、1ヶ月離れたらかなりもう抜けてます。で、記憶も忘れかけた頃にもう一回入れ込んでおくというのが、記憶をキープしていく、のに大事なんですが、でそうするとできれば2週間以内、理想で言うと1週間後 できれば2週間以内に2回目を解いてほしい。で、20丸が3回連続ついたらその問題卒業です。20丸3回連続でその問題卒業で、20丸卒業を増やしてほしいんです。で、そうすると書式ベーシックも20丸3回連続で、卒業ですから、となると演習回数としてはおそらく最低でも5、6回は解かないと20丸はつかないはずなんですね。だって結構これ個人差あると思います。6回で卒業できましたという人もいれば、いや私8回ぐらい解いたよとか、一発合格者でも書式ベーシックは10回ぐらい解きましたよとか、いう人は普通にいます。で、2、3回でゆう卒業できるとは思わない方がいいかもしれないです。あとですね、その下丸3番なんですが、こちらはとりあえず括弧してください、というのがもう全部手持ちのもの解き漁ったといった場合に、それでももっと問題解きたいっていう場合に、追加で何かやるならばこういったものもありますよと。ただ別途申し込みが必要になってきます。で、あとおそらくね、例年受講生割引とか多分出てくると思うので、ただこれを申し込むかどうかっていうのも、少なくとも、過去問や〇1〇2が終えてることが前提なんですよ。なので、もうこれ以上やるものがないですみたいな状況、直前期前になったらその時にご相談ください。ちょっとここを強化したいんですけどという場合でも、ここまで申し込むまでいらないよというケースもあったりはします。
ね、まあなので一応こういうのもありますよというものです。であとラストですね、5ページご覧いただくと、直前期これが4月から、まあ、あの7月よ、ね3日本試験なので皆さん2022年の7月3日がおそらく本試験です、7月の第1日曜日が例年本試験なんですよ。ちなみに、コロナで延期、まあ、本試験が延期になったのはおそらく史上初だと思います。で、あの司法試験とかでも他の試験中も軒並み延期になってたりはしたんですが、で、来年からはまた7月に戻るとは思うの で、7月の第1日曜日で、そこで、まあ、4月から、ね、直前3ヶ月を直前期、総仕上げ期となっていまして、知識の総復習とスピードアップを図る時期で、徹底的に問題演習なんですよ。なので先ほど言った、読み込みと問題演習の割合で、先ほど講義やってる最中はだいたい、まあ、全体的なイメージで言うと読み込みが7、過去問が3、もしくは7、3か6、4ぐらいが講義やってる最中なんですが、で徐々に徐々に B の時期から問題演習の量を増やして直前期になってくるとそれが 2,8 とかで、6月になるともう、0.5 と 9.5 とかぐらいに問題演習の量を増やしていくんです。で、この時期徹底的に問題演習しましょう。で、そして聖戦討論ファイナル編公開もスーパー公開もとなっていますが、このあたりは全部講座とパックになっています。であと初受験者は本試験当日朝まで成績が伸びます。で、これも本当そうなんですね。あの4月ぐらいの段階だと、微妙にちょっと合格点に足りないかな、一発目 の、 そうですね、模擬試験では微妙な点数だったという方でも、ね、まあそうですね、右肩上がりで成績伸びてって、で本試験標準に合わせるとそこでようやく本試験で一番良い点数取れたとこういう方のが通常多いんですよ。で、まあ、大体レックの、討論だとか模試っていうのは公開模試だと合格判定が S なんですね。 S 判定、あとその下 ABCDE とこういう判定があるんですが、最初は E 判定だったと、うん、がっくりして、もうこんなでどうしましょう、できますかねという方でも結局本試験が一番点数良かったとか、最後の最後の公開模試で S 判定になりましたとかいう方もいます。もちろん最初からずっと S でしたって人もいます。で逆に過去に E 判定しか見たことないですという方でも一発合格された方っているんですよ。まあ、なので、この時期に成績を伸ばすためには A の時期講義受講中にしっかり復習してきたかどうかなんですよ。基礎がない人は伸びませんよって言いましたが、しっかり復習してれば直前期に面白いように成績伸びていきます。解けば解くほど、徐々にもう毎週毎週討論を受けていくと、討論ごとに成績伸びていくのが通常です。ただ稀に E 判定、ずっと E 判定でした、過去いるんですよ。 E 判定しか見たことないです、でも本試験で午前午後30問ずつ取れましたという方過去にいらっしゃいました。でも大体がそうですね、E とか C とか、あと時々 A があって C があってとかいう状況にはなるんですが、ただ一応な通してみると地味な加点数伸びていくというイメージではありますが、直前期に徹底的に問題演習しながら成績伸ばしていくんですが、ただ直前期だけ頑張れば受かりますかっていうと残念ながら、もうどんだけ講義をちゃんと聞いて講義をちゃんと復習してて講義と並行してどんだけ過去問解いたかになってきますので、その日々の積み重ねだと思っていただきたいかなと思います。で、そう言っても、まあ、やっぱりね130個も受けていくと結構しんどい時期も来ると思います。で、ただやっぱりその折れない心、ねまあ、折れたとしてもまた戻せばいいんですが、で、ずうずうしいぐらいの、プラス思考でこれで乗り切っていただきたいかなと思います。あとですね、6ページのところに、気持ちの持ち方と書いてありますが、こちらに関しては、特段なんか私の方からか説明することはないんですが、追い込みすぎもモチベーションきついですよと、気持ちきついですよとか書いてありますので、一応そこはざっと見通しておいてください。で、あと6番ですが、開講までにやっておくべきことってありますが、こちらに関してももう開講しましたので
特に先取り受講の方にはこちらざっと見ていただければいいと思うんですが、もう本ちゃんの講義始まりますので、そちらはいいでしょう。あと7ページのとこなんですが、一発合格の決意ってありますが、まあ、初心はするべからずではないんですが、自分が本当に辛くなった時、くじけそうになった、くじけた時に最初の意気込みを思い出すことができたら多分心強いと思うんですね。別に私ここ見せてと言いませんので、自分しか見ないページですから、そこによっしゃ一発合格やったるぜでも何でもいいですよ。ぜひそこを書いていただくと、本当に辛くなった時に支えてくれるものになると思うので、書いていただきたいかなと思います。あと、後半講義はもうブレイクスルーテキストを使って、実際中身になります。ほんと、前半講義延長して申し訳ないです。一旦休憩です。10分間の休憩です。はい、それでは司法書士合格講座全体構造編の第1回目後半講義担当佐々木で始めてまいりたいと思います。でそれでは後半講義、まあ大体この時間の後半冒頭だとかで、受験勉強の話、まあ合格後の実務の話とか、過去の合格者の話とかいろいろ話をするんですが、ただもうね、前半講義はもうほぼそういった話だったので、後半はそのままブレイクスルーに入っていきます。で、ブレイクスルーテキスト3ページからなんですが、このブレイクスルーテキスト全体構造でこれ一冊となっておりますが、こちらも全部はやりません。先ほど申しましたように、もう主に、今日はお金取ってお金回収、判決取って強制執行だと、ね、貸した金が返ってこねえみたいな話を中心にやっていきますが、で、あとそうですね、全部はいたしませんというのも、場合によってはですよ、半年先とか1年先に勉強するようなものを全科目をちょびっとずつ、この科目ってこういうやつですよって話しても、多分3ヶ月後にはその話ってちょびっとだけ入り口だけ聞いて忘れちゃうと思うんですよ。なのでそうですね、とりあえず、この後の学習がスムーズに進むような形で、抜粋して講義の中では使っていきますので、まずですね、3ページから6ページまではこれは勉強ないよっていうよりも、試験合格後にはこんなことするんだなというのが分かればいいので、試験に出るような話じゃないですから、興味のある方は司法書士の業務ってこういうものがありますよというところなんですが、また応用講義の中でこれをご紹介していきますので、3ページから6ページまでは興味のある方は斜め読みぐらいでいいかなと思います。で、7ページに関してここから司法書士試験のお話なんですが、ただ7ページもこれはいいです。で、8ページ先ほどご覧いただいた、科目ごとの出題分配が書いてあるとこなんですが、これもちょっとざっと見ていただければ結構でしょう。で、特に意識していただきたいのは、司法書士試験は1日朝から晩まで、夕方まで行われますが、朝9時半から夕方4時までですね。で、朝9時には着席しといてくださいね。9時半からスタートですというタイプの試験です。で、午前午後に分かれておりますが、午前が択一で、合計35問。で、そして午後は択一プラス記述で、3時間。午前が2時間で、そして、午後は3時間。で、午前午後とも択一は35問出るんですが、ただ、じゃあそれを見ると時間半分的に、択一午後の部は択一2時間ぐらいで、記述が1時間なのかなと思ったら大間違いで、一般論としては時間配分申し上げますと、午後の部の択一は1時間10分ぐらい、35問を1時間10分、そして、記述がだいたい1時間50分ぐらいです。で、なので、午後の部、午前の部はそれほど意識しなくても間に合うんですが、午後の部はいかにスピードアップを図るかっていうのも特に直前期の課題にはなってきます。で、そしてまたまだ記述の講義になったら入ったらやっていきますが、さらに今度9ページ向かっていくと、9ページは司法書士試験のスケジュールとありますが、ただこちらに関しては、大体そうですね、試験の情報が出るのが4月ですよとありますが、大体4月から願書、これを配布し始めます。で、お近くにレックがある方だったら、一応レックの方でも、受験願書取り寄せて、
で、レックの受講生さんにお配りしますので、近くにレックがある方はレックの窓口で、願書はゲットできます。ただ通信受講の方とかであれば法務局から取り寄せるという形になりますので、4月1日、になったら法務局から取り寄せるという、法務省のホームページ見ていただければ情報は載っかっています。で今でも法務省のホームページ、資格とか司法書士とかということをたどっていけば法務省のホームページから、これまで の,、質が試験に関する情報だとかっていうのは受験案内とか見られますので一回ちょっと見ておくといいかなと思います。で特に司法書試験の受験会場ってですね、日本全国にあるわけじゃないんですよ、例えば、北海道だったら札幌だけとか東北地方だったら仙台だけとかねなってくるので中国地方だったら広島だけとか関東は千葉埼玉東京とあるんですが横浜とあるんですがちょっとお住まいの地域によっては場合によっては全泊が必要になることもあるんですね。朝9時には着席していなきゃいけないので、受験会場も4月1日には発表になります。で年々で使っている会場は決まってはいるんですがただ年によってもちょっと違ったりするんですよ。で東京は例年2つの会場を使うことが多いんですが、その年の受験会場がどこになるかっていうのは4月1日にならないと分かんないんですね。なので全泊が必要な方場合によってはこっちで受けるよりあっちで受けた方がいいかな。特に関東圏の方ですね、例えば自分は埼玉に住んでるんだけれども、受験会場によっては東京の会場の方が近い早いというか場合もあったりするじゃないですか。なのでちょっとね、受験会場をどこにするのかそれによって願書を、出願先が変わってくるんですよ。そういったものをちょっとね、調べてでそして出願は例年でいうと5月の中旬から下旬ですという状況にはなります。だいたい中旬から下旬ってなってますがだいたい中旬ですね、ゴールデンウィーク明けぐらいからとなっておりますが出願期間はだいたい2週間ぐらいという状況です。あとこれもお話をしていきますが出願期間がだいたい2週間弱、10日ほどあるんですがその中でもどのぐらいの時期に出すべきなのか、出願初日に出すと結構そこの教室は待ってましたみたいな気合メラメラな教室なので、逆にちょっと気合の塊みたいな人多いとちょっと気遅れするわみたいな状況だと、気合メラメラが教室に充満してたりなんかすると、逆に自分の集中力削いでしまうわというんだったら中盤から後ろぐらいの方が逆に適度な緊張感で良いのかなという状況でもあったりしますので、ちょっとね出願時期も考えた方がいい。だが東京だとか2会場を設定されている場合には早めに出すとこっち会場ですと遅めに出すとこっち会場ですとかだったりはするのでどっちで受けたいかも含めて、検討していかなきゃいけない面もあったりいたします。いいでしょう。でそして、筆記試験が7月だいたい第1日曜日に実施されますと、皆さんの本番は2022年の7月3日予定ですと。そして、7月第1日曜日に行われた試験の結果が一応ね択一の、点数だけは8月の上旬に発表されるんですが筆記試験も込みで筆記の合格発表がだいたい9月の下旬から10月頭ですね。でそして筆記合格者に対しては口述試験が課されます。筆記合格発表後約2週間後に口述試験が行われます。で口述は試験官2人に対して受験生1人1人持ち時間だいたい15分ですね。でそして、一問一答形式でだいたい20問ぐらい聞かれます。でただ口述試験に関しては基本的に落とす方向の試験ではないんですがただ喋る練習しておかなきゃ答えられないんですよ。で意外に言葉って出てこないもんなんですね。で、なので基本落とす方向ではないですけれども、筆記合格者に対しては私のクラスの受講生さんであれば私が試験官役をやりますので、口述対策ですね。で例えばとっさに言葉が出てこなくなったど忘れしちゃって出てこない、時の、対処法だとかどのぐらい考えて出てこなかったら例えば言葉が出なかった時失念しましたとか分かんないものをずっと考えても嫌な空気がずっと漂うだけなので
ある程度考えて、ね、失念しておきましたとか、でも失念しましたね、失念しましたばっかりでもちょっと、ね、感じ悪いので、場合によっては確認しておきますとか、ね、ね、途中で頭真っ白になっちゃったらどうするか、もう一度お願いしますとかね、まあ、あとはある程度、まあそのね、言葉が出なかった時の対処法だとか、まあ、この時こうすればいいよとかっていうのもアドバイスを踏まえながら口述対策は一緒に行います。遠方の方には電話で行いますので、ね、引き受かったよという方はご連絡いただければ一緒に口述対策いたしますと。あと筆記終わったら最終合格発表がだいたい10月下旬から11月上旬とこういうところにはなります。あと、筆画に関してはこれもご自身でしていただくという形になりますが、今のところ司法書士試験ではネットの筆画はいたしやっていません。試験紙によってはネット筆画ありますが、司法書士試験ではネット上の、ネット筆画はありませんので、で願書に写真貼って印紙貼って法務局に提出する。持参でも構わないし郵送でも構いません。で、それで、受けるという感じです。で、ぜひ皆さん、さっき言ったお試し本試験、これを受けてみていただくこと。巷の一発合格者も一般的にはお試し踏まえて本番での一発なので、だいたい合格体験記見ても、ね、一発合格者って言ってもかっこお試し1回含むとか書いてあったりはするんですが、まあまあお試しいい試験、これをお勧めします。では続きまして、で、さっきね試験科目とか見ましたが、司法書士試験ってもう合計点だけの勝負ですかって言うとそうでもなくて、合否判定法がちょっと変わっておりまして、10ページご覧いただきますと、ですか。で、まあ択一の午前午後とありますが、司法書士試験では相対評価です。問題が難しければ点数が下がるんですが、今年の本試験ってですね、例年だとこの時期には点数分かってたんですが、今年本試験延期になっちゃったので、ね、まだ今年の点数出てないんですよ。今年の、ね、点数だとか出るのは択一なんかは11月4日とかになったりするんですが、なので直近3年の平均値を書いておきました。で、難しい年には当然点数下がります。相対評価で、2017年から2019年の3年平均で言いますと、まずね3つのハードルがあると思ってください。択一の午前と午後がありましたね。35問中、年によっても違いますが、ここ3年平均で言うと、午前の部は若干難易度高め、若干、ね、ここ難易度、ね、最近高めなんですよ。難しいんです。で、35問中25問。これがまず一つハードルです。で、約7割ですね。これは俗に言う足切りとも言われますが、これを基準点と。で、午後の部は35問中、最近もっと難しくなって23問です。で、35問中23問、これが、ここ3年の平均値で、だいたい6割5分ですね。ただ問題が優しければ、ね、当然点数上がりまして、過去一番高い年だと午前の部が35問中30問なんて年もありました。で、最近ちょっと難しめではあります。ただ難しかったとしても点数下がるだけなんですが、よってみんなが取れる問題は落としちゃダメだよねとこういうところであります。で、さらに択一午前午後はマークシートですから機械にかければ点数出てきますが、でそれをクリアした人たちの記述の答案を初めて採点してもらえると。つまり本試験は1日でかけて行われて、択一も記述の答案も全部提出して帰るんですが、択一の点数クリアしなければどんなに立派な記述の答案って出してきても見てももらえないということになりかねないんですが、択一で一定点数とクリアした人が記述の採点に進めます。で、記述は不動産登記35点、商業登記35点で合計70点満点中 34.5 点がここ3年の平均値です。で、約5割ですね。で、その上でじゃあ全部基準クリアしたら合計合格できますかっていうと、最後は基準クリア人の中の合計点勝負なんですよ。で、なので全部基準ギリギリだと残念ながら最後の総合落ち合計点で負けちゃうと。
というところになってくるんです。で、そこで合格点が、ここ3年の平均でいうと 205.5 点、まあ、約7割5分というところで、ですから、そうですね、最後合計点勝負になってくるんですが、ただここから学習スタンスとして、で、記述に関しては不動産登記1問で35点、商業登記1問で35点なんですよ。一つのミスが場合によっては10点15点ぐらいの減点につながってくることもありうるんですね。そうするとここで、意識してほしいのが、択一でいかに点数稼いでおくか、記述でいかに失点を防ぐか、っていうのが最後合計点クリアする。択一が攻め、記述が守りです。で、択一でいかに点数を積んでおかないと最後の合計点勝負で勝てないんですよ。学習スタンス、択一が攻め、記述が守り、これを念頭に置いてください。で、その上で、筆記試験合格と言えますと。まあ、なので、ね、大体合格ラインは8割前後って言ってますが、まあ、年によっても若干違います。ただ、まあ、ここ3年の平均でいうと7割5分ですと。じゃ あ合格率、まあ、一般的に司法書士試験難しいんでしょうと言われますが、ここずっと、乗っかっておりますが、10年分ぐらい乗っかっておりますが、今年の数値っていうのが、まあ、コロナの影響で延期になっちゃって、今年はまだ出願者数しか出てきていないんですが、ずっとずっとなんかね、減少傾向ではあるんですよ。まあ、いろんな要因があるとは思います。で、一般的にはこれもいろんな分析あるんですが、不景気になると資格という方が多いんですが、ただね、昔から言うと、まあそうですね、ずっとずっと減ってきてはいますよ。ある程度、まあ不景気の時期が長かった。で、徐々に、特にここ3年ぐらい、コロナ直前までは、ここ3年ぐらいは、別に資格なくても普通に就職、転職できてたんですよ。となると、特に学生さんだとかっていうのは、受験生の中にはぐんと減りました。で、今年ぐっと減ってんじゃんと、去年から今年、というのは 14、15% 減ってるんですが、今年減った要因はもちろんコロナですね。プラス、去年までは全都道府県に受験会場があったんですよ。で、今年は、受験会場絞ったんですね。これは司法試験とかでも全都道府県ないんですが、例えば遠方にお住まいの方、自分の地元には今年受験会場なくなっちゃった、割と司法書士試験って受験資格がいらないので、例えば前提資格がいらないので、とりあえず独学で勉強を始めてみましょうという、お試し的な方、ずっとお試しやってますみたいな方たちでも結構一定数いらっしゃるんですよ。で、お試しを2年間やってきました、でもやっぱダメなので、ようやく予備校を利用し始めましたっていう方も結構いらっしゃいます。しばらくは独学でやってたんだけれども、やっぱこれ独学じゃ無理ですわという感じで、本格的に勉強を始められる方もいらっしゃるんですが、そういった層っていうのがすごく多いです。もっと言うと、お試し受験生、例えば皆さんであれば2022年本番だと2021年お試しで受けますよね。で、そういった方たちは今年、コロナもあったり、地元に受験会場がなかったら、お試しでわざわざ全泊してまでそこまでしなくていいです。で、近くにわざわざ全泊せずに行ける距離に受験会場があるんだったら、皆さんもお試しをしてみればいいんですが、ただわざわざ全泊してまでだったらお試しはしなくていいです。そういった意味で、本気の層が今年はいなかったというところと、あえてコロナでやっぱりちょっと行くのが怖いという形で回避したっていう方もいらっしゃったりはしますが、ただ別にそれによって、受験生が減ったことによって、司法書士の全体としての合格者のレベルは下がってるということは絶対ないので、ある程度の能力、これが求められますというところであります。ただ、一応なんかね、合格率、出願者を母数にすると、大体 3%、実際、願書出しても行かない人っていうのも一定数いるので、で、受験者を母数にしても、やっぱりでもそれでも 4% とか言われておりますが、ただ、この中にも、お試し受験生だとか、さっき言った全泊不要な方たちとか、もしくは、とりあえず独学でやってみた層、本当に厳しいことを言うと、もう、
ちょっとこれどう見ても合格無理だよねという方たち、まあ、本気で対策を取ってこなかった人たちってやっぱりいらっしゃるんですよ。でそれは他の資格試験に比べて司法書士試験は前提資格がいらない分、そういった方たちが結構多いんです。なのであまり実質を反映している数字とは言えないかもしれません。でというのが一応出願者が今年で言うと 14,431 人ね。で、去年で言っても1万6000人とかおりますが、じゃあこの人たちが本気のライバルかというとそうでもないんですよと。なぜかというと、まあ、皆さん本気だったらその年には絶対予備校が利用してやってる公開模試って受けると思うんですね。で皆さんのこの講座にも公開模試って全部ついてます。だってどの予備校でも公開模試やってます。本気の人だったら公開模試受けるはずなんですよ。で、私も1年目は講座全部取って、2年目講座取ってないけど公開模試だけは受けました。公開模試だけは絶対もうほぼほぼ受けるんですが、で公開模試の受験者数が何人ぐらいいるのかっていうと、一番受験生が多いレックでも 2,3000人なんですよ。で、他社さんとかで、まあ、1000人とか2000人とかなってくるので、公開模試を実施している予備校ってもうごく限られてるんですが、それ全部足し算しても1万人とか全然いかないんですね。いいとこ5000人とか8000人とかぐらいだと思います。8000人までいかないかな。でもちろん掛け持ちで受けてる人もいるので、でなると実質的なもう今年本気ですという公開模試まで受けてる本気体制の人っていうのはもっともっと少ないので、まあ、なのであんまり 3% とか 4% という数字にビビってしまうのはもったいないかなとは思います。ただ受かった時には自慢のネタにはなりますよ。司法書士って難しかったんでしょうとか言われると、だいたい聞いてきます。あんまり皆さん司法書士のことはご存じないので、そうすると合格率って何パーセントぐらいって聞かれると、3% とか 4% かなと言うと、みんなめっちゃすごいじゃんと言ってくれますので、ただ実質はそんなでもないかなと思うんですが、ただやはりそのさっき言った本気体制で直前期に臨むためには1年以上かけた準備が必要になってくるので、まあ本気で臨んでちょうだいねというところではあります。であと、まあ試験情報っていうのはおいおいお話をしていきますので、とりあえず中身進めていきましょう。で続きまして、ここから15ページから進めていきますが、じゃあここからまあね、中身法とは何かというページなんですが、ここからいよいよ学習内容に入っていきますが、で、今日ここからが復習が必要なところです。で、復習繰り返して読んでほしいところは私これからチェックと言います。いらないところ、もう読み返さなくてよいところをカットと言っていきます。で、特に私色には意味がないよって言いましたが、このページちょっとオレンジ枠のところですね、チェック、復習の時に説明をしながら読み返しをしてほしいところで、グレー部分のすぐ下で、漢数字一番タイトルで法とは何かってありますね。これ試験に直接出るような話じゃないんですよ。だけれどもこれから皆さん法律の勉強をしていくんですよ。法って何ですか。なんとなく守んなきゃいけないものってイメージはあるかもしれませんが、それじゃダメなんですよ。守んなきゃいけないものは法以外にもたくさんあるんですね。でそこで法って何ですかで言うと、法の定義で言いますと、まず国家権力による強制力を伴った社会規範とありますが、規範というのはルールのことです。社会生活におけるルールで、でも社会生活のルールの中には法以外にもたくさんの守らなければならないものっていうのがありまして、それが下降りていただくと。で、社会規範の種類、守らなければならないルール、法以外の社会規範で言いますと、道徳、宗教、習俗、まあ例えばその宗教の中の戒律とかね、うちの村の習わしとかね、あと例えば学校であれば校則とか、あと会社であれば就業規則とかあるじゃないですか。例えばうちの会社の始業時間は朝9時から夕方4時5時ですとかね、あと例えばうちの会社では副業禁止ですとかね、学校なんかでも例えばバイト禁止とか茶髪禁止とか、多分学校によっていろいろルールあると思うんですよ。ではそれらのルールを守らなかった場合の話なんです。でじゃあ
じゃあ下の方から見ていきましょう。でここに拘束就業規則とか書きましたが、例えばね、それらのルールを守らなかった場合においては、右が事実上の制裁とありますが、この事実上の制裁っていうのは、例えば社会的評価の下落、ね、あとは集団からの追放。例えばうちの会社の始業時間は朝9時となっているのに、あの人はね、もういつも遅刻ばっかりしてるという状況だと、まあ、あの人はそういう人だってレッテルを貼られたりだとか、場合によっては上司に呼び出されて、下手したら減俸とかいうこともあるかもしれないし、ね、場合によってはそれが人事評価につながったりということもあるでしょう。であと例えば、バイト禁止の学校だったのに、やってもやっても、まあ、バイトばっかりしてると、ね、そうすると場合によっては その生活指導の先生から呼び出されて、あとは下手したら定額、もっと言うと退学処分を食らうこともなくはないでしょう。会社だってですよ、場合によっては、懲戒免職とかね、クビで、これがその集団からの追放と。で場合だったら例えば宗教なんかでも破門とかあるでしょ。ね、そのように、その社会生活を受けるルールを守らなかった場合に下される制裁としてはこういったものがありますよ。だけれども法の場合にはもちろんそれらの制裁、社会的評価 の下落だとかっていうのはあるんですが、法を守らなかった場合には違反に対する制裁としてプラスそこに対して国家の強制力というものが伴ってきますよと。で例えば国家の強制力の具体例で言うと、まあ、人のものを取るのは窃盗罪です。法律に違反してます。もちろんね、人のものをもうあの人いっつも人のものをくすねてるよねということになると、そういった社会的評価を受けることもありますし、で、これ当然、例えばそのね、場合によっては警察に捕まって、これひどければ起訴されて、で下手したらそこに対して刑事上の制裁として刑罰が加わることもあったりしますね。他にもですよ、別に犯罪を犯した場合でなかったとしても、例えばこれから民法の話に入りますね。まずこれちょっと口頭で申し上げますと、この後また具体例使ってやっていきますね。人からお金を借りました。お金を借りる返してない、その場合、あの人そういう人だからねと、あの人お金に汚いよね、ルーズだよねという社会的評価を受けることもありますし、でもこれ法律上お金を借りるということは契約、金銭消費貸借契約という契約なんですよ。借りた以上は法律上返す義務があるんですね。にもかかわらずお金返してなかったらどうなるかっていうと、この場合は、まあ、裁判所の力を借りて強制執行という形で、本人が任意に払わなかったとしてもお金を回収するという、国家による救済が受けられると。国家の強制力ですね。ですからこれね、じゃあお金を貸しました、言っても言ってもあいつが返してくれませんといった場合、俺が金貸したんだって言って貸した人が分取っていく、これダメなんですよ。というのもこれ自力救済禁止というルールがあります。自分の力で何とかします、貸した以上返してもらうぞと、あいつが金返さないから貸した、債権者、ね、お金貸した人がぐんぐん家の、向かって勝手に家入って、もうそれで住居侵入罪、お前が放火してるぞという状態ですね。そうするとじゃあどうやってお金貸すのか、回収するのかっていうと、そんな自力救済なんて荒っぽいことはしなさんなと、法が助力を与えますと。その法が助力を与えるやり方が裁判所なり国家の強制力を使いましょうという形です。じゃあその国家の強制力の使い方といたしまして、次のページご覧ください。強制執行です。で、強制力の一例とありますが、でちなみにこのページ、16ページなんですが、冒頭の文章はこれカットで結構です。冒頭の文章カットで結構で、図表からこのページ下までチェックしてください。図表からこのページ下までチェックです。復習時にこのページ説明しながら読めるようにしていただきたいんですが、
特にこの16ページのこの図に関しては民法やってる時にも不動産登記やってる時にもたくさんたくさん事例として上がってくる、話ですから、この話はもうこの図を見なくてもなんならテキスト見なくても用語も含めて頭の中で、そらんじて言えるように、まあ、なので電車の中で暇で立ってるならば頭の中でこれがつらつらこの場合にはこうしてこうしてということ用語も含めてそらんじて言えるようにしてほしいんですが、でまずいいですか、強制力の一例と借りたお金を返さない場合強制執行を受ける。でここで、まあ左上の人債権者 X さんとで右上債務者 Y さんとありますが、X さん、貸主かっこお金を貸した人とありますが、そして右側債務者 Y さんは借主お金を借りた人で、債権債務という言葉これからたくさん出てきます。 X さんは返せという権利を持っている人だから債権者、そして Y さんは借りた以上返す義務を負っておりますから義務の無で債務者です。でそしてじゃあXY 間でお金を貸してあげました。 X さん丸一番太っ腹ですね、1000万貸したんですよ。そうすると1000万円お金を借りるときに Y さんはありがとう必ず返すからねと言った、お前に金貸してやるぞありがとう必ず返すって言ったらもうそれで契約成立なんですよ。別に借用書なんて作ってなくてもただ単にお前これね、大事に使えよって1000万渡しただけだったらそれは贈与契約なんです。必ず返すからってお金を受け取った以上もうそれ借金なんですね。そうすると Y には返す義務があります。返す義務があるにもかかわらず返さなかったらどうするかというやり方として、先ほど自力救済禁止ですよって話をしましたが、それがこのページの下の関数字2番です。で、法の強制と自力救済の禁止とありますが、これ法の実効性が国家の強制力によって確保されるということは法に定められた 内容を最終的に実現するには国家の強制力によらなければならないということを意味します。例えば、お金の回収じゃなかったとしても犯罪の被害者やその遺族が犯人に、対して復讐をしたり、借金を返さない債務者の家に貸主債権者が押しかけて力ずくで金を取り立てたりすることは許されませんというのが、もう貸した以上お金の回収自分で何とかするぜって言っちゃったら、例えばさっき言ったみたいにじゃあ X が Y に対して約束の期日になっても返してくれない、金返せやって言ってても、言うこと聞いてくれない、なんならお前金返すやみたいなことやるともうそれで脅迫でしょ。で家の中ずかずか入ってって、金目のものぶんどってくる、はい住居侵入、はい物取ってって窃盗罪ということになってしまうので、出すからもうそういった野蛮なことはやめなさい、国家の強制力によってあなたに助力を与えますと。でそのやり方としてで、これから強制執行を見ていきます。で、このように、私人が、国家の力を借りずに自分の権利を実現することを自力救済とかあと自給行為なんて言っていくんですが、まあ、自給行為は、言葉としてはいいです。自力救済で分かれば OK です。で、近代の国家は社会秩序を維持するために一方において強制力を個人から取り上げて自力救済禁止するとともに他方において国家が独占した強制力を後ろ盾とする法を整備していますと、つまり法律の強制と自力救済の禁止は表裏一体の関係にあるのですと。自力救済を禁止したからこそそこに法が助力を与える必要があるんだ。で、その法の助力の与え方としては国家の強制力という形です。ではそうですね、司法書士試験の科目で言いますと刑法も必須科目ではありますが、ただ刑法に関しては憲法と同じく、法の世界においては、大事なもので法律ではあるんですが、ただ憲法とか刑法は司法書士試験において出題料3問です。で、ちなみに、この後、憲法の後学習する民法は20問。そして、民法と密接不可分になってくるのが、その民法で、構成した法律関係を実現していくやり方として、民事訴訟だとか民事執行だとか民事保全という法律なんですよ。
で、ちなみに今申し上げた、これからご説明していくものとして、ちょっと8ページ戻ってもらえます？テキスト8ページ戻っていただきますと、でそこにですね、午後の部に、択一として民事訴訟5問、民事保全1問、民事執行1問ってあるでしょ。これからこの3つを学習していきます。ちなみに司法書士試験受かった後、司法書士も簡易裁判所の民事事件であれば、裁判、訴訟代理ですね、行っていくことはできるんですが、まあ、司法書士試験受かった後、一定の研修受けて、訴訟代理できますよっていうね、もう一つ試験を受けていただくことになるんですが、関西訴訟、簡易裁判所の法廷であれば、実際、弁論活動とかしていくことにはなったりはするんですが、でただこれね、民事保全とか民事執行とか一問一問になってるでしょ。なんか一問って見るとこの科目捨てたろうかなと思いがちなんですが、そういうわけにもいかないんですよ。民事執行とか民事保全、不動産登記にも関わってくるんですね。民法の中でもこの知識必要になってきます。なので一問以上の重要性持ってきます。特に合否を分ける科目がこの、民事訴訟とか民事保全、民事執行、あともう一個いて供託法あたりなんですね。つまり室内量は少ないけれども、ちゃんとそこまで学習が回っているかどうかというのも、合格においては大事なファクターとなってきます。まあまあそれともかくとして、まあ民法をやっていく中でも、この民事訴訟とか民事保全とか民事執行の科目に関してはちょいちょい出てきますので、これからやっていく差し押さえとかの話なんですよ。民法の中でも出てきますので、ただ実際の科目、民事訴訟とか民事執行を学習するのってうんとうんと先なんですね。なんなら2022年の1月とかぐらいなんですよ。なので、とりあえず、前提として民法の学習をスムーズに進めるためにも、まずこの全体構造で、民事訴訟、民事執行、民事保全やっておきましょう。で戻ってみてください。ではですよ、じゃあもし皆さんがお金を貸した債権者 X さんだったら、言っても返してくれない Y からどうやってお金回収しましょう。自力救済って無理なんでしょ。そうすると、何かしらね、手段でお金は回収しなきゃいけない。もうね、もうくれたるわみたいな、切符の意図でもない限りは何とかしてお金回収しよう。で、そうすると、まず、まあ一般的なやり方としては、まあね、請求はしますよね。忘れてるのかもしれないな、電話なり、家に行ったりして催促をします。で、それでもなんだ、のらりくらり交わされてる場合であれば、この場合、いよいよ国家の強制力を使わなきゃいけないかなということを意識しなきゃいけなくなってきます。そうすると、通常はね、これは別に法律に要求されている手続きではないんですが、一般論としては内容証明郵便というものを送ってみることが多いです。で、内容証明郵便って何なのかっていうと、特にですね、裁判を前提にしたりなんかすると、こっちの本気度を示す意味でも、例えば電話やメールで催促をするというぐらいだと、約束の期日にお金を払わない人と取ってみると、あまり想定内の話なんですよ。あ、来たか、そうだね、払ってないね、でもお金僕ないもん、現金持ってないんだもん、ってことでズルズルなってたりする。こっちの本気度を示すためには、まず内容証明郵便というのを送っています。その内容証明郵便も自分でも書けるんですが、なんなら司法書士とか弁護士とかに頼んでみるとよりこっちの本気度が伝わるんですが、内容証明郵便って何なのかっていうと、これから不動産登記とか民法でもちょいちょい出てきます。内容証明郵便は、あなたにいついつお金を貸しましたよね、返してください、つきましてはいつまでのお支払いがない場合、当方といたしましてもしかるべき手段にと、要は案に訴えるぞということを匂わせて、お金返してくださいという手紙を送るんですが、その手紙もまず、同じものを3通作ります。同じものを3通作って郵便局の窓口に持っていきます。3通同じものであることを確認してもらったら、それをまず1通相手に送ります。1通は自分の控えとして戻ってきます。もう1通は郵便局で保管してくれます。つまり後から改ざんができない証拠力の高い書類として、つまり、後々裁判になった時には自分が内容証明郵便で請求したにもかかわらず、あいつは払ってくれないという裁判における証拠の一つにもなるんですね。ね、
訴訟のルールとして、これ民訴訟を抗議の中でもやっていきますが、勝つために必要な証拠は全部自分で揃えなきゃいけないんですよ。そうすると例えばお金を貸す際に借用書を取っておくというのも、万が一返してもらえなかった時の一つの手段でもあるし、後々証拠になるしね。そしてまた請求をしたにもかかわらず、ね、返してくれない、しかもこれ内容改ざんのできないや内容証明郵便であれば、ねね、しかもそこで反論がなかったということも一つの証拠にもなったりするわけですよ。よって訴訟を前提にするならば、まあ、内容証明郵便とか送ってみて、それでも返してくれないという状況であれば、いよいよ訴え提起をすると、こういう形になってくるんですが、そこでご覧ください。 X は Y を訴えるとよく言うんですが、ただ実際は X は裁判所に対して訴えを起こすと、裁判所に、訴状をという書類を提出します。訴えますと、Y に対して金返すよう判決書いてくださいという訴えを起こします。そして裁判所も、まあ、もしかしたら X のでっち上げかもしれないし、原則として、まあ、裁判所は XY を呼び出して公開の法廷で口頭弁論という形で両者の言い分聞いてみます。だってですよ、もしかしたら X の勘違いかもしれないでしょ。もっと言うと、例えば1000万貸した返せって言うけれども、 Y の認識としたら、いやあれ贈与だよと、俺返すなんて一言も言ってないしと言うかもしれない。でももしかしたら Y は全額返済したじゃないですかと、つまり両者の言い分聞いてみなきゃ分かんないんですよ。たくさんの考え、たくさんの、ね、話は出てきます。例えば、もうそれね、かれこれね、もう10年以上前の話だよ、あれも時効だ時効だと、で時効で、権利消滅というのも、これ民法上の制度なんですよ。そうするともう今更言ってもダメですね、時効ですという状況だと、残念ながら、ね、YX さん負けということもあり得るんですね。つまり両者を呼び出して話を聞いてみなきゃ分かんないんです。その上で、裁判所は両者呼び出して、ね、話が食い違うところがあれば証拠調べなんかをしてみます。それによって裁判所は結論下します。でそれが3番、審理判決というところなんですよ。で審理調べて裁判所が下した結論判決です。で、まあ、今回は X の言い分通り、 Y は1000万借りて返してないと、ちょっとも返してないということが判明しました。よって、裁判所の下した判決は、Y は X に1000万払えと。でそこですよ、払えと言われちゃった、まあ俗に言う Y 負け敗訴という形になるんですが、で、じゃあ Y さんは裁判に負けたらすんなり払ってくれるかと思ったら、まあ、よくあるパターンとしては、払えるんだったら払ってるってばみたいな、もう開き直ってる人って多いんですよ。確かに借りたよお前に、もう現金持ってないんだ、払えないものは払えないしょうがねえじゃんみたいな人もいるんですよ。ね、だったらどうしましょうと。せっかく裁判に勝ったのに、それでも Y が払ってくれないんだったらどうするかってなると、それでもね、裁判所の力借りましたよねと、もうそれではいおしまいですと、これちょっとね残念ですよね。どうするかっていうと、このあと、じゃあそれでもなお払わないのであれば、 X はまた裁判所に行きます。裁判所に行くときに3番でゲットした判決、3番で取った判決を持って、次4番、競売申し立てとありますが、競売、これ一般的に競売と読むことも多いですが、法律の世界だと競売と読むことが多いです。競売でも間違いではないですが、競売で、競売申し立てって何なのかっていうと、例えばね、 Y は、まあ、現金持ってなかったけれども土地持ってました。 Y さんの下見てください、平行四辺形の図がありますね、これ1500万の価値ってありますが、これから図の表記として平行四辺形が出てきたら土地のことだと思ってください。で、例えばね、 Y は現金は確かに持ってなかったけれども、土地を持ってたんですよ。ならばその土地を売っ払ってお金に変えてお金回収しようと。でも X が Y の土地を勝手に売っ払うわけにいかないんですね。
どうするかっていうと、裁判所に対してほらほら私 X は Y に対して1000万の債権持ってるんです、それを証拠にこういった判決が出ました、私はこの判決を持ってますから Y のあの土地売っ払ってくださいと、競売してください、競売競り売りって書きますよね、裁判所は裁判所が Y の土地を売却するんですが、裁判所が情報公開をして入札を受け付けて、まあ、原則として一番高い値をつけた人がこの土地を落札すると。で、じゃあ1500万相当の土地なんですが、なかなか一般の方手出しづらいというところもあったりはするので、これ若干地域にもよったりするんですが、場合によっては競売になると若干、市場価格よりは土地の価格が下がったりすることもあるんですが、例えばね、1500万相当の土地、このエリアでこのぐらいだったら1500万ぐらいの価値だけれども、競売で1300万円で落札ということは珍しくないんですよ。そうすると、1300万円、例えば Z さんが最高価買い受け人、一番高い値段をつけた人だったとしましょう。じゃあ Z が Y の土地を購入するわけですが、丸6番ね、じゃあ1300万の値をつけた Z さんは Y に直接お金払っちゃダメなんですよ。何のためかっていうと、 X がお金を回収するための手続きですから、 Y に直接お金払っちゃったら X に払ってもらえないかもしれないでしょ。買い受け人である Z は裁判所にお金を払います。そして裁判所から配当という形で X が1000万回収するんです。そして、余った300万円はもともとは Y の土地ですから Y に戻ります。つまりこうやって、判決取って強制執行という長い道のりにはなったけれども、裁判所の力を借りて、X はお金を回収できたね。これが国家の強制力ということになってくるんですよ。で、ただこれらの一連の手続きなんですが、まあ、ちなみにちょっと用語として、この強制競売に関しては差し押さえと、強制競売、強制執行の一つなんですが、この強制競売のファーストステップが差し押さえです。これから民法やってる時にも不動産登記やってる時にも差し押さえという言葉はたくさん出てきます。競売のファーストステップが差し押さえと思ってください。ちなみにこれ、土地を差し押さえた、土地の登記簿に差し押さえの登記が入ります。そうすると土地に差し押さえの登記が入ってたら、あ、この人今なんか裁判とかで揉めてんだみたいな状況ですよね。となると、まあ、このように一連のストーリーが出てくるわけですが、ちなみに一口に裁判所と言っても裁判所の中でも役割分担があるんですよ。で、ここで訴えを提起して判決を出すまでの裁判所、これは受訴裁判所と言っていきますが、これは民事訴訟を担当するところ、民事訴訟を担当するのが受訴裁判所。つまりこれはそもそもこの受訴裁判所の役割としては、 X が本当に1000万円の債権持ってるのかどうかを白黒つけるところでしょ。これが受訴裁判所、民事訴訟です。これに対して強制執行を行う担当裁判所は執行裁判所と丸4にしたり書いてありますが、これは強制執行担当です。例えばですよ、じゃあ X さん Y さんが一口に裁判所と言っても裁判所の中でも役割がありますし、なおかつですよ、まあ、例えばXY は2人とも東京に住んでいました。そうすると、民事訴訟は東京地裁でやるのが一番いいでしょうね。だけれども、土地が大阪にありました。であれば、競売は大阪でやった方がスムーズなんでしょ。で、そうすると東京地裁でゲットした判決を持って、大阪地裁に大阪の土地を売っ払っちゃってくださいと。競売手続きは大阪で行う。で、しかも競売担当のある意味の部署ですよ。で、執行裁判所というのは強制執行を担当する裁判所。一口に裁判所と言ってもその中でも分かり分担があるんですと。
で、ちなみに X が北海道に住んでて Y が沖縄に住んでたりすると訴訟はどこに提起すればいいのかっていうのも全部ルールがあるんです。それ民事訴訟で学習していきます。まあ、結論だけで言うと今のケースだとどっちでもいいんです。大阪X が北海道、Y が沖縄であれば、沖縄に訴え提起してもいいですし、沖縄地裁でもいいですし、札幌地裁でもどっちでもいいんですが、まあ、そういった話は民事訴訟で学習していきます。ただじゃあこれら一連の流れなんですが、例えば Y 目線に立ってみると、ちょっと法律に詳しい人であればですよ、確かに俺金借りてるよ、返してないよ、俺が土地持ってんのあいつ知ってんだよなと思ったら、内容証明郵便とかが来た時点でやべえな、この先のストーリー見えちゃったっていう感じですよね。確かに現金持ってないからお金返せない、でも俺が作った借用書あいつ持ってるしな、多分裁判になったらあいつは借用書を証拠として提出するだろう、内容証明郵便だとかも出すだろう、なんならあ、ね、俺が裁判それすぐ負けるよね、そうすると俺の土地に強制執行来るよね、今のうちにこの土地売っ払っちゃった方がいいんじゃねえのとか思う人いるんですよね。普通に考えて、だって土地がY所有だから土地に競売来るんですよ。だったら今のうちに売っ払っちゃって現金だったらすぐ隠せるじゃないですか。でそれを考えると、で日本の裁判っていうのはまあ長いですね。訴え提起をしてから初回の口頭弁論までだいたい1ヶ月とかかかりますよ。で、なんなら内容証明文を送ってみて、まあ、その後ね、訴え提起をするにも訴状とか作ったりしなきゃいけないのでちょっと時間かかったりします。で訴え提起をしてから最初の裁判までを口頭弁論まで1ヶ月とかかかるんですよ。スピーディーに判決が出ても、だいたい 2,3 ヶ月はかかるんですね。まあ、なんなら、まあ、Y が無駄に抵抗してくると、ね、半年とかかかったりするわけですよ。ね、Y が徹底的に戦うぞ、最高裁まで戦いますみたいなことになると下手したら数年かかるんですよね。土地なんてやる気、その気になれば、まあ、ちょっとすぐ売れるでしょ。ちょっと値段下げたりすると売れちゃったりするじゃないですか。それじゃ困るんですよ。勝ったはいいけどあいつの土地なくなってたわという状況だと困るんですね。となると勝ってから判決取ってからあの土地競売かけてくださいという流れだとちょっともう手遅れになることが多いんです。となるとどうするかっていうと、本格的な競売スタートが差し押さえと書きましたが、訴え提起前もしくは訴え提起した直後の早い段階で勝った時に備えて財産をキープしておくという手段があってもいいでしょ。よってちょっとここに書き込みで、CF と書きましたが、これ CF というのはコンファ、比較とか参照という意味なんですが、 CF 仮差し押さえ、つまり暫定的に土地をキープしておきますよというのが仮の差し押さえ。本格的な競売手続きスタートは差し押さえなんですが、その差し押さえのためのキープ、暫定的な手段として仮差し押さえ。でちょっとそこに161ページ162ページと書いてもらって、括弧保全裁判所とあり、書いていただいて、これは民事保全法の手続きなんですよ。これも司法書士試験の試験科目です。で、民事保全法保全裁判所でちょっとね飛んでください。161ページ161ページに飛んでもらうと、でちなみに、今日復習161ページと162ページはこちら、両方とも全部チェックです。で、一応ですね、私講義の中で、このページは全部ですよっていう時に、もうビャーって全部色つけちゃうと、このページ、全部オレンジとか全部緑になっちゃうと困るので、全チェックの時にはそのページ全部チェックの時に私横線ピュって引きますし、あとただ横線でも全チェックのページ場合によっては数十ページ渡ったりすることもあるので、まあ、全チェックだったら人によって、例えばページのところに丸つけたりとかね、で、チェックカットという形でいらないところカットしていきます。
で、全チェックの時には例えば何ページから何ページまで全チェックなんて言ったりもしますので、まあ、私はこのページ全部やるよとパッと見て分かるように私は全チェックの時でページの横にライン入れますが、まあ、皆さんまあ全部にライン入れてもらってもいいですし、で、もうページ番号だけに丸付けてもいいですし、で、まあ、あの全チェックカットが分かるようにしておいてください。あとで復習時に、チェックのところは1回とかじゃダメなんですね、2回3回繰り返して、自分で説明をしながら読むということが必要になってくるところ、これがチェックです。もう出題可能性の低いところはバッサリカットします。読まなくてよいところで161、162には全チェックです。で、今日復習必要でしょう。じゃあここで民事保全法ってありますが、裁判で勝ったら判決通りのことが実現できるのか、つまり、Y は X に1000万払えという判決が出た、実現できるのかというところを見ていきましょう。取引先が代金の支払いをしない場合、どういう手段で回収することができるのでしょうか。日本では取引先が支払いしないときに取引先の商品を債権者が勝手に持ち出すなどして自力で債権の回収を図ることは禁止されています。このようなことを自力救済の禁止、先ほど学習しましたよね。で、そのため支払いを受けられない債権者は訴えを提起し判決を得て相手方の財産に強制執行し金銭に感化して、つまり土地売っ払ってお金に変えましたよね。で、満足を得る手続きを得ることになります。これらが先ほどからやってきたもうね、一連の流れ16ページなんですが、あの10ページ、16ページなんですが、で、しかし一般的に裁判時間がかかると言われます。裁判をしている間に取引先の財産がなくなってしまうかもしれません。裁判で勝っても強制執行する財産がなければ債権者は費用倒れに終わってしまいますというのが、訴訟するにもやっぱ費用かかるんですよ。まあ、なんなら自分が口頭弁論に行くにもさ、会社休んだりとかね、必要であれば弁護士とか司法書士雇うんだったらその分だってお金かかるでしょ。で、そうすると、まあ、あのせっかくお金かけて判決取ったのに、土地も何にもなくなってしまっていましただと、もう結局のところ回収できない、もう財産が何もないんだったら残念ながら判決取ったってお金回収無理なんですよ。で、そこで裁判を起こす前に、勝った時に備えて相手方の財産を固定、つまり確保しておく手続きが必要です。これを民事保全と言いますよ。で、民事保全には大きく分けて仮差し押さえと仮処分があります。で、これを順に説明しますと言ってますが、とりあえず、今日の講義では仮差し押さえを学習していきます。仮処分に関しては不動産登記だったり、そして民事保全で学習しますが、一言だけ言うと、皆さんね、出版差し止めの仮処分だとか聞いたことあると思うんですよ。例えば、そうですね、じゃあある有名人のプライバシーを暴くような記事が、週刊誌に掲載されると。で、例えばじゃあそうですね、政治家の家族のなんかスキャンダルだとかプライベートなことで、これがですよ、政治家だったりある程度の例えば芸能人だったりの著名人であれば、まあ、それが致し方ない、公人であれば仕方がないところもあるんですが、例えば、政治家だったり芸能人だったりの家族親戚のプライベートなことがなってるとなると、まあ、これプライバシーの侵害にもなってくるんですよ。場合によってはそれもう週刊誌が発売されちゃったら取り返しのつかない、もうプライバシーの侵害で損害を被ることがある。一定の場合にはもうのんびり訴え提起をしている場合じゃないんですよ。もう出ちゃったらもう取り返しのつかないことになるんだったら、もう出版差し止めの仮処分と裁判所に申し立てて、ね、仮差し押さえとか仮処分であれば裁判所はスピーディーに出してくれるんですよ。とりあえず本当のところは白黒は訴訟で決着つけなさい、でも暫定的な取り返しのつかないようなことになる前に例えば財産キープしておきましょう、仮差し押さえとかね、もしくはとりあえず出版差し止めの仮処分とかいう形で、まずは暫定的に、状況悪化する前に手を打っておくと、これが仮差し押さえとか仮処分と、これ、この仮処分だとかっていうのは例えば会社法の中でも出てくることがあります。例えばこれはなんとなくその話かって聞いていただければいいんですが、メモ取らなくていいです。で、まず例えばその会社の役員である、会社の役員、取締役なんて言っていくんですが、株式会社の役員のことを、まあ、取締役なんて言ったりしますが、まあ、要は会社経営陣ですよ。
ね、例えばその会社経営陣が悪さばっかりしてるんですよ。なんなら会社のなんか不正だとかしてる恐れがあるんですよ。でも疑惑の段階分かんないんですね。となると場合によってはその取締役を訴訟でお前取締役解任するぞと解任の訴えだとか提起したりすることがあります。これ、会社法の中で学習します。でも訴訟の結果出るまではその取締役はクビにはならないんですね。もしかしたら濡れ衣かもしれないから。でも裁判やってる最中その疑惑の渦中にある取締役はまだ会社の業務続けてると場合によっては会社の取り返しのつかない被害が被ることがある。よって、取締役解任の訴えだとかとともに職務執行停止という仮処分を求めることがあったりするんですよ。とりあえず結果出るまであんた仕事辞めときなさいと。これも訴訟は長いので、その間待ってられないんですよ。どっちかわからないけれども、その疑惑の渦中にある取締役が仕事続けるよりはとりあえず一旦おとなしくしときなさいと。職務執行停止の仮処分。場合によってはそれで会社の業務が滞ってしまうのであれば一旦は別の代行者ピンチヒッターを裁判所に選んでもらうということもできたりはするんですが、それも仮処分なんですね。つまり訴訟は時間がかかるのでその時の経過によるリスク不利益を回避するためのとりあえずの罰なき暫定的な手段としての、仮差し押さえとか仮処分、これが保全手続きというもので、その仮処分の話はまたおいおい、学習していくとして、今日のところはお金を回収するための財産キープとして162ページ仮差し押さえです。でこの仮差し押さえなんですが上の枠の中はとりあえずは裁判所はこういった書類出してくれますよ なのでいいんですがいいですか、ざっくり見てもらうとそうですね、仮差し押さえを出してくださいって X が裁判所に言いに来ます。私はこれから訴え提起をするんです、つきましては勝ったらあの土地を強制執行したいので、キープしといてもらえますかと。本当のところは民事訴訟で白黒つけますから勝った時を念頭にキープしといてくださいという意味で仮差し押さえというのを裁判所に出してもらいます。この仮差し押さえであれば裁判所はスピーディーに出してくれます。じっくり慎重審理は民事訴訟で行うからねと。ねえ、そこでですね、仮差し押さえ決定の中身見てもらうと当事者そして、請求債権とありますが XY とか1000万のお金の回収とかっていうのを書いてねその後、右当事者間の平成14年、何番のもう仮差し押さえ命令申し立て事件について当裁判所は債権者の申し立てを相当と認め債権者に90万円の担保を立てさせて次の通り決定するってありますが、で何でこの90万の担保ってどういうことかっていうとさっき言ったみたいに実際民事訴訟をやってみなきゃわからないところもあるんですよ。例えば X は Y 名義の借用書だとか内容証明郵便とかを持ってきて裁判所に私はこれらを持って訴え提起をしようと思っております。でもつきましては勝った時を念頭に財産キープしておきたいので、仮差し押さえお願いします。でももしかしたらですよ Y さんは全額返済済みかもしれないんですよ。つまりこの仮差し押さえというのは X の言い分だけしか聞いてないんですね。民事訴訟で両者を読みなしてじっくりお話を伺ってみると、Y さんは全額返済済みかもしれないんですよね。となるとですよ、Y からしてみたらとんだ迷惑ですよ。自分の土地に仮差しの登記まで入れられて自分としてみたら Y の言い分聞いてみたらもう全額返済済みなのにあいつが貸した返してもらってねみたいなことギャーギャー言ってると。でもこの仮差し押さえて何よりスピードが命なんですよ。 Y の言い分聞いてみたら Y さんとっと土地売っ払っちゃうでしょ。つまりこの仮差し押さえは Y にバレないようにある日突然仮差し押さえがズバンって入ってくるんですね。でそして、この後、Y の言い分は出るとこ出ようぜ民事訴訟ですよ。よって
もしかしたらやっちゃいけなかった仮差し押さえってこともあり得るわけですよ。やっちゃいけなかった仮差し押さえの場合には、今度は X から Y にごめんなさいねっていう損害賠償ですよ。それが90万円の担保とかいうことになってくるんですね。 X の言い分だけを聞いて仮差し押さえは出てきます。で、そうすると、場合によっては Y からしてみたら不当な仮差し押さえだった、自分の大事な土地に、ね、仮差しの登記なんか入れられて、売ろうにも売れなくなっちゃうじゃないですかと。となると、ね、当然そのような状況だと、X は裁判負けますね、 Y が裁判勝ちますね。勝った後でごめんねごめんねって仮差し押さえだけど終わりました。でも Y からしてみたらもう土地の売れるチャンスも逃したし、もうとんだもんだり蹴ったりだわという状況もなくはないので、そのための担保として、あんたやっちゃいけなかった仮差しだったら90万払いなさいよという損害賠償の担保です。でそこで、財産キープしてもらいます。ただもちろん X が裁判勝てばこの90万返ってきますよ。その状況で、仮差し押さえを入れると、枠の下見てください、上記の図表のような仮差し押さえの決定が出ると、相手方は不動産の財産処分が、できなくなりますというのが、できなくなるというのは事実上仮差し入っている不動産買う人いないですよ。だってこの後普通に行けば Y さん負けて裁判勝ったら強制執行でしょ。よって通常は仮差し入っている不動産ってなかなか買い手つかないんですよ。でその後、これにより訴訟をしている間に債務者の財産がなくなるといった不安はなくなることになります。これが仮差し押さえ、つまり、裁判しながらあの土地まだ売れてねえかな大丈夫かなっていちいち確認しなくていいわけでしょ。キープしといて訴え提起をして、勝ったらキープした財産に強制執行をかければよいという状況です。でそうすると、この仮差し押さえは相手方には知らさずに申し立てた側の言い分と証拠書類だけを見て裁判所が決定します。つまりこれ先ほど言いましたバレないように発令されるんですよ。で、Y さんのいちいち言い分聞いてると、Y さんとっとと土地売っ払っちゃいますからね。で普通は1日2日で決定します。そして相手方の言い分も聞かずに、相手方が出せる証拠書類も出す機会を与えずに決めるのですから、結果的に間違っていたことになる可能性もあります。そのため、仮差し押さえの際の時には申し立てていた側が保証金を積むこと、これが90万ね。万が一やっちゃいけなかった仮差しだった場合にはこれ損害賠償にしなきゃいけないので、で保証金の額は事件の内容は証拠書類の信用性の程度に応じて担当裁判所が決めますと。でこの、まずは暫定的な処分を下すところが保全手続き、戻ってください16ページ保全裁判所という形になるわけですよ。で司法書試験の科目では呪訴裁判所、民事訴訟を担当する民事訴訟が司法書試験の試験科目だし、保全というのは民事保全法、これも試験科目だし、強制執行、これ民事執行法、これも試験科目です。ただ、民事保全、民事執行、民事訴訟というのは密接不可分に関わっているんですねと。でしかも、客体が土地であれば土地に仮差しとか差し押さえの登記が入りますから、これ不動産登記にも影響してくる話なんですよ。で当然差し押さえとか仮差し押さえ民法の中でもちょいちょい出てくる話です。つまりこれから学習していく、民法や不動産登記の中ではこういった話バンバン出てきますので、ぜひ用語も含めて最終的にはこのページ何も見ないでも頭の中で、これこうなってこうなってこうなるというところが説明できるレベルにしといてほしいんです。で、ちなみにこういった当事者、いろんな具体的な事案図に書いてったりすることはよくあります。で試験問題は文章だけでは出てくるんですが、問題によっては、複雑、当事者人物が多かったりとか複雑な事案だったりなんかすると、事案を図に起こしながら問題を解いていくということもよくあったりはするので、でそういった図の書き方もこの講義の中で、テキスト講義ノート使いながら学習していきましょうというところになります。でちなみにですね17ページに関してはここはカットです。17ページはカット。
あと18ページまでやっておしまいにいたします。で、18ページ、ここは覚えなくていいです。言ってることが分かれば OK ですから、一応講義の中で説明はしていきます。クリンカー一応ね、復習はしてほしいんですが、ただ言ってることが分かれば OK レベルですから、繰り返し読み込みが必要なわけではないので、まあチェックとまでは言いませんが、一応やったよという履歴は残しておいてください。チェックはしなくていいけれども、繰り返し読まなくてもいいけれども、復習はしておいてください。暗記まではいらないです。用語も含めて暗記が必要なのは覚えて、まあ、最終的に記憶として残してほしいのは16ページと161、162です。じゃあとりあえず、18ページはもうね、さっきの差し押さえとかの話終わったんですが、いいですか。法の基礎知識とありますが、これね、たくさんの法令がありますが、その中でもある程度グループ分けができますよって話なんですよ。で、ここでですよ、1番公法と私法とありますが、これ公私とありますが、国家行政絡むものか、そうなのか、そうじゃないかなんですが、丸一番公法、国家の内部の役割分担及び国家と、国民との事項を定めたもの。つまり、我々市民が絡んだとしても国家行政絡むんだったらそれ全部公法なんですよ。で、例えばイグザンプルとして憲法とか憲法とありますが、憲法は、まあこれから全体構造の後学習していく、まあ、要は法の王様ですよ。で、全ての法律は憲法に反するルールを作ることはできないんですが、で、憲法は国家に対して、強い国家権力から国民を守るために国家に対してああしなさいこうしなさいと。で、そのためには、まあ、それによって国民が守られるというものなんですが、じゃ そこで、憲法は例えばその三権分立とか国会内閣裁判所とかね、これ全部憲法に書いてあるでしょ。で、そして刑法っていうのは犯罪と刑罰に関する法律です。で、司法書士試験の試験科目でもありますが、で、刑罰を犯すのは国でしょ。そうすると、まあ、これ、国家からいますよね。あと例えばさっきの、民事訴訟とか、っていうのも裁判所からやりますから、公法です。つまり民事訴訟だとかって使うのは我々市民ではあるけれども、でも国家行政絡んでるでしょと。で、これに対して、丸2番、司法、私、市民と市民との間の事項を定めた。で、つまり部分的に、例えば裁判所とか部分的に登記所などの法務局などの、行政機関関わることはあったとしても、一般的には我々市民間の規律、これを作っているものが司法です。で、例えば民法、市民のための法律、これが民法ですね。で、商法、商取引のルール、会社法、会社のルールです。まあ、簡単に言うと国家行政絡めば公法、それ以外だと、まあ、司法と。別の観点の分類もできます。2番実態法と手続き法とありますが、この実態法と手続き法っていうのは、実態、この場合にはこうですよ、こうしたらこうなりますよっていうのが実態法なんですよ。丸1番、権利義務関係の変動として、権利が発生したり変更したり消滅する、その要件効果について定めた権利内容の基準となる法とありますが、要件効果というのは、この時にはこうなります、こうしたらこうなりますとかいうことを書いてある。例えばじゃあね、次回やっていく話なんですが、売買契約をすると所有者が変わりますね。所有権移転なんて言っていきます。そして売買契約を締結したら、買い主は売り主に対してお金を払わなきゃいけないですね。売り主は買い主に商品を引き渡さなければいけませんね。で、そういったルールですね。さっきのお金を貸したら返済義務が発生しますもそうなんですよ。この時にはこうなります、こうしたらこうなりますというものを定めたのが実態法なんですよ。どのような条件が備わると、どのような権利変動が生じるかについて、定めた法、として、これらが実態法、憲法とか民法とか刑法、商法、会社法なんて書いてありますが、で、例えば、まあ、先ほど言った売買契約で所有権移転とかね、お金を払う、引き渡す、そして、お金を借りたら返しなさいとか、これ全部民法に書いてあります。
あと例えば民法は例えば人が亡くなったら相続が発生する、相続を受けたくなかったらどうするかとか、相続放棄をするとかね、そういったものも全部民法に書いてあるんですよ。で家族関係の事柄とかっていうのも全部民法に書いてあります。あと商取引のルールだったり、例えばじゃあ刑法で言うと、人を殺したら殺人罪です、殺人を犯した人に対しては刑罰として最高刑で死刑です。どんなに軽くても故意を持って殺した場合には最低でも懲役5年なんですね。でそういったものは全部刑法に書いてあります。犯罪と刑罰に関する法律、何をやったら犯罪ですよ、その犯罪を犯したらこの程度の刑罰かけられますよと、この時にはこうなりますでしょ。よってこれが全部実態法なんです。でこれに対して丸2番、手続き法というものはその権利義務の具体的な実現手続きを定めた法とありますが、先ほどねお金を借りたら返済義務が発生する、これ民法の世界の話ですよ。じゃあ返してくれなかったらどうするか、裁判所を利用してお金を回収する、具体的な回収手続きが民事訴訟だったり民事保全だったり民事執行でしょ。でこういったものが手続き法なんですよ。他にも例えば土地の売買契約をしました、土地の所有者が変わりました、登記の手続きどうしますと、それらの実現手続き、手続き法です。で、ここで言うと、例えばエグザンプルで民事訴訟、刑事訴訟法、そして行政事件訴訟法とありますが、これらは裁判手続きについての法とありますが、で、このような、権利関係の実現手続きですね、を定めた。でちょっとねページ戻っていただきたいんですが、8ページです。8ページに戻っていただくと、先ほどの司法者試験の試験科目で午前の部はこれ実態法なんですよ。午後の部が全て手続き法なんですね。司法書士法以外はですね、手続き法です。登記手続きだったり裁判手続きだったりでしょ。でこのような形で、司法書士試験の午前の部と午後の部の位置づけというのは実態法と手続き法という違いではあるんですが、で戻ってみてください、18ページ3番です。で今度は一般法特別法とありますが、ラストです。で一般法というのは人や事物などを具体的に限定しないで一般的に定めた法、つまり、特定のピンポイントルールじゃなくて、で、例えばその一般法で言うと、民法ですね、これに対して丸2番特別法で言うと適用の対象が特定の人や事物などに限定されている法で、そこに民法は取引全般に関する一般法で、商法は商取引に関する特別法なんて書いてありますが、で例えばねお友達からお金を借りますと言った場合、お金の貸し借りに関しても民法に規定があります。ただそれが、商人間で行う、お金の貸し借りなんかであれば商法を使ってくださいと。他にも、ここね、民法とあと商法で書いてありますが、他にも例えば、これから司法書試験学習していくに際してぜひですね、先ほど6法の話をしましたが、6法をご購入されたら6法に司法書試験の試験科目に、それもインデックス見出しをつけておくことをお勧めします。条文検索能力を上げるためにもスピードアップのためにも、6法買ったら司法書試験の試験科目、少なくともまずはその主要4科目と、この8ページね先に書いてあったところに、タグ、インデックスつけてもらうと見出しつけてもらうといいんですが、プラスですね、司法書試験の直接の試験科目ではないんですが、借地借家法という法律にも、ちょっと見出しをつけておいてほしいんです。で、借地借家法、こういうやつ、借地借家法ですね、これ民法の中で聞かれることがあるんです。何なのかっていうと、これ民法の特別法という位置づけなんですが、例えば これ借りる土地、借りる家ってあるでしょ。
物の貸し借り、これを例えばお金払って借りるんだったら賃貸借契約なんて言っていきますが、その賃貸借に関するルールは、民法に一般法として存在するんですが、ただその対象が不動産だった場合には民法じゃなくて借地借家を使ってくださいねなんですよ。よって例えばお友達に自転車借りましたとか、DVD 借りましたとか車借りましたといった場合であれば、お金を払って借りるんだったら賃貸借に当たるんですが、でそれはもうね、一般法の民法を使えばいいんですが、ただ対象が不動産だったら民法じゃないこっち使ってくださいと、借地借家を。なので民法の中で、これ、試験の内容として問われることがあります。そうすると対象がこれ不動産でしょってことは、当然不動産登記法にも関わってくるんですよ。で、これ直接の独立した試験科目ではないですが、借地借家法の条文を講義内で引くこともありますので、ね、あの試験科目プラス借地借家法に、まあ、インデックス見出しをつけておいてください。でこれも一般法と特別法の関係ね。でただこのね18ページの記載は、別に試験で、この法律はこうですか、しようですか、イエスかノーかみたいなことは聞かれるわけではないので、用語として法律学習したものの、まあ、あの常識的なものとして、あの一応なんかね言葉だけ知っておけば十分かなと思います。別に分類まで考えていく必要はないです。よって、まあ、18ページはざっくり内容が分かれば OK ですよというレベルではあります。でちなみに、これからまあ、ね、特に、憲法から、まあ、あの条文とはずっと付き合っていくということにはなるんですが、で、ちなみに条文番号は覚えなくていいです。でそして条文の文言をそらんじて暗唱するだとかっていう勉強ともちょっと違ってくるので、ただあの、ね、特に、まあ、憲法とあと主要4科目である、まあ、特に民法と会社法は条文をすらすら読めるようになっていくことが最終的には必要にはなってきますよというところです。で、まあ、あのちょっとごめんなさい、初回からずいぶん延長してしまいましたが、長いお付き合いになりますが、ぜひですね、一発合格を果たされて、であの2022年のそうですね、10月上旬には皆さんと一緒に口述対策できるように、楽しみにしておりますので、ぜひ、ね、一緒に頑張っていきましょう。それではお疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。